かわいいやばー元気たーあい形したそらやるーめちゃくちゃやられてるやん謎のおじさんがいた <laughs> 気になるーこの風の力はすごい誰か誰か今日新宿で飲める人知らねえよホの頭からだから本田のちょんまげ伸ばせよじゃんこうやってああ犬ーめっちゃ素敵やしええー、やん <laughs> 言ってあげたよねしんすけめっちゃ素敵やしええー、やん飯を食うのは嫌です。飯を食う。俺は。 飯食ってもらうことできるか噛む回数少なすぎるよくねえよな。梅原最近噛むようになった。<laughs> やっと噛むようになった。噛むと美味しいって言ってた。俺も噛んでみていい。なんか俺噛むと美味しくねえんだよな。俺多分ね、この辺で味わってんのね。喉通すとき一番むくない何なんだろうな。この、噛まねえ方がうまい理論。巨人0対9。まあね。 そういう試合は別にストレスたまんないんだよ。まあ、こういう、こういう日もある。あの、横浜周辺、マジでクソイライラしだ。てか、大城出さないで1点差で負けてる試合がポンポンで続いた時に、マジ本ほんとくたばれと思った。0対9なんか、クソどうでもいい。はいはい、じゃあ、もう100点ぐらい。もう100点ぐらいあげようか。なんかさ、俺、安倍晋の、安倍晋之助大好きだけど、大城を出し、出さない理由だけ知りたい。なんで出さないんだよじゃなくて、なんで出してないんだろうって。それ知りたいんだよね。 大城打たない。じゃあ、大城2割4分打ってんのね。じゃあ、大城の代わりに出てる小林が0割区分五輪なのね。本当にじゃあ、足し算ができないのかなって思っちゃう。スポンサーになって圧力かけろ。<laughs> なんで、大城使ってほしいがためだけに。しかも別に大城もそんな打たねえからな。ちょ、そう、見たくもねえけどさ、ちょっと巨人の打線見てくんねえ。な、うんかあの、スケット外国人1秒で帰りやがって、マジで。ふざけんなよ、マジで。くっちゃねえよ、お前。 ため日本舐めんな、マジ。クソ弱えしあ、でも村上が打ってるから、ま、あいいや。<laughs> 俺いいや、もう。俺今日からヤクルトファンだろ。弱えちに俺興味ねえから、もう。<laughs> <laughs> 何この弱々しい打線ま、あ佐々木頑張ってんじゃない ?2 番で使わざるを得ないこの状況。もうちょっと、い、じゃ、マル好きだよ。でも1番から3番までどんぐりが並んでて、ね。6番から9番までどんぐりが並んでるので。 俺の嫌いな食べ物知ってますか俺、どんぐり嫌いなんですよ。すげえ吉。4番と5番。だけ。で、そのどんぐりをイベリコ豚岡本が回収してるだけ。で、ちょっと西部の打線に関してはちょっとみんな何も見なかったことにしたけどね。かわいそうだから。俺今、西部ファン以外と喋りたくないから。かわいそうなの。西部ファンは。山賊は全員捕まって解散した。今の西部はネタにしちゃいけないんで。 <laughs> 楽天終わってるちょ、森頑張れよなあなんでキャッチャー3人出てんだよ <laughs> キャッチャー3人出てんだけど俺の栄冠ない身でだってんじゃんねぇ。くれよ1、一人巨人にトングくれ、トングなあ、トングくれよ俺、最近マジでメジャーリーグの非悲劇球団作って巨人見かけようかなってずっと思ってんだよね。 俺ド、ドジャースを応援し、ドジャースを応援しようかな。<laughs> 強くなったらまた戻ってこい。あの、巨人ファンから正式に今、許可が得たんで。おいし。じゃあ強くなったらまた戻ってこいて。俺がいなくなるけど応援しておいてもらっていいじゃあ決めました。ドジャースとブレーブスを応援します。俺今日から。いいですかあとパドレス。あとヤンキース。あとレイカーズ。<laughs> あ、そうしよっか。 もうつまんねえから巨人の、もうどんぐりみんなすげえしんどいの。でも選手のこと嫌いになりたくないけど、やっぱ一番で丸が出てるとちょっと、いや、丸は一番じゃねえ。今の丸は一番じゃねえって。吉川も三番じゃねえって。<laughs> 人を打順で見てんのか打順で見てる。でも大体案は何ですかって言われた時に、開幕当初は、いや、こういうし、こうやってこうやって使えよって野球ファンあるあるなんだけど、もう今、もう手の施しようがねえ。 どうすればいいんだろうって。ないもうじゃ一番を岡本にしてくれもう。大谷さんが特定権打率が低いと叩かれてるから順が一言で、じゃあいらないんですね。じゃあ、じゃあ巨人にください。いらないなら巨人にください。出してください。世界一のバッターなんで。去年の MVP で、ね、今年あんだけ打ってるやつがいらないなら返してください。うん、東京ドームのあの、ね、屋根突き破るぐらいのホームラン打落としようね。豊洲に移転するんで。 ドジャースファンじゃなくて大谷のアンチがいてる。じゃあそんな、そんななんか、雑魚の小言は聞かないでください。あれ以上の日本人いないんで、今現状。世界でも、類を見ないほどのバッターなんで。例を見ないほどの。世界でたった一人の、かけがえのない人間なんで。エンゼルスファンがアンチ化してるんだ。<laughs> なんか、大谷がいない方が、意外とエンゼルス勝てるんじゃねえかな、つって最初開幕ダッシュしてな。直近10試合一勝9敗なんでか教えてあげようか。大谷がいないからだよ。 ヒント教えてあげようか。大谷がいないからですよ。トラウトの前に大谷がいたら、ねえ、なソロホームラン10本打ってないよ。巨人、安部監督、今季ワーストの9失点の大敗に、無様な試合をして申し訳ない。全然ゼロ対9なんかどうでもいい。ファンなんか傷ついてねえよ。大城出してくれ。あと出してバントさせねえでくれ。あと吉川3番やめてくれ。あと2番佐々木もやめて。で1番丸もやめて。じゃあ代わりに誰をそこに添えるんだって聞かないで、そして。浅野と秋広上げてきて、打率も0割でいいから。 どうせ負けるんだ、どうせ打てねえんだったら、若手でホロホロしたいから。で、長の二軍に落として、二軍で育成してもらおう。経験値があるから。あと明るいし。いいやつだから。朝野二軍で打率1割なんだけど、もう二軍で打率1割なんだったら、一軍でも打率1割ぐらいだろうし、もう変わんないから。打順俺に決めさせて。一番吉川、二番坂本、三番、三番浅野。三 <laughs> 番浅野。四番岡本、五番秋広。で、番大城。思い出せ、安倍晋之助。二千年、 流し、ミレニアム打線。対ソフトバンクバーサス巨人。あの伝説の日本シリーズ。あなた1年目、中央大学、23歳。打率2割2分。誰が我慢してお前を使ってたんだっちゅう話。メディアから、メディアやファンから叩かれ。ただ、は、タツニーが、いや、こいつは世界、な、巨人をせあ背負っていくから。ずーっと使ってたじゃないですか。やろう、それを。浅野と秋色と大城で。 はははは。<laughs> 二軍打撃、打撃コーチ、橋本いたる、これ <laughs>。は道のくの一郎な。は、でも橋本は、いいバッターだったんだよ。いいバッターだったんだよ。まだ、松ぼっくりだった、俺的には。どんぐりじゃなかった。松ぼっくりだったの。てか、マジな話。安倍が出た方が打つ、今の。<laughs> 今の安倍が一ヶ月筋トレして出た方がマジで打つ。安倍さん、復活しよう。俺が監督やるよ。俺が叩かれとくから。 今のどんぐりって誰 ?1 番から3番と5番から9番まで全部どんぐり。1番から3番、6番から9番までお、どんぐり出せん。ほぼどんぐり。1番から3番までのどんぐりを4番のイベリコブタが食って、6番から9番までのどんぐりを5番のイベリコブタが食ってるっていう最悪の状況、今。タバコが進む進む。俺今度ね、巨人戦見に行くんだけど、大半巨人の打席タバコ吸ってると思う。せめて、戸郷が投げる試合を見に行きたい。 で、撃たれたら七人帰る。つまんなと思って。おもんなって。てか、お堂は連れてこいよあの野郎てめえ根性ねえなクソ根性ねえなグリーンウェルがや。いや、門脇は頑張ってるしかも門脇今、買い出せ売ってるから俺、最高だよ。あれ、八番、九番にいたら最高でしょ。あんだけ守備できてな。二番にいたら、うーん、どんぐりーってなっちゃう。あれは、俺はもう大賛成。門脇を育てていこう。八番で。 どんぐりと松ぼっくりってどっちがいいんですかまだ松ぼっくり。ちょっとおっきい。妄想で今の最強の巨人作ってからじゃあ最後にちょっと。え、リアルな話していいじゃあ8月の巨人ね。マジでリアル。こうなっていなきゃもうダメ。超いねえバッターが <laughs>、ね。バッターがもういねえ。ねえ。もういねえよ。おい。3人しかいねえや。使いたいやつが。うまんねえや。あ、もう飽きろ。 はは、大城やるつ、確かに。うんチャンス大城ね。<laughs> お前、大城課題評価すぎ。<laughs> ちょっとさ、ねあのね、俺が、大城を課題評価して、課題評価してなくて、みんなが大城を過小評価してんの。ね、これだよね、このバッター使ってないんだよ。<laughs> これキャッチャーっすよ。これ使わないのってなんで なんで21個もギダさせてんだよ行かれてんだろマジで。割ってんだろバカなんじゃねえかバカすぎるだろ !5 番ライトカジタにしろ。あいつどこ行ったんだよそういえば、おい <laughs> おいカジタにどこ行ったんだよなあ元から計算してなかったけど、どこ行ったんあとさ、もう巨人はもう見に行くなこんな養怪チーム4万人見に行ってさもうつけ上がるだろ 球団が、行くな、もう。1万6000人ぐらいでいいや。<laughs> すげえな、巨人って4万人入るの。しかも、あの、もっとびっくりさせたいようが、毎日入ってる、こんぐらい。やべえだろ。お前よくこんなチーム応援してるな。一応2位です。<laughs> 周りが弱すぎて2位です。消去法で2位になってる。森下頑張ってるね。森下すげえな、マジで。 いや、もうなんかさ、この、どんぐりの質がちげえ、もう、近本と中、もう贅沢言わねえから、近本と中野と森下だけくれ、頼む。この三人よこせ。今すぐ。いい、イベリコ豚が育ちそうなどんぐりはいいんだよ、これ。お、いいどんぐりなんだよ。この近本中野っていう、中野ってどんぐりは、まあ、いいどんぐりで。サトテルいるのやだけどな超三振してる、やべえ。三振小僧じゃん。 <laughs> いいね見逃し三振見逃し三振空振り三振空振り三振ダブルこういうバッターに育ってほしかった俺は悪くないよ。こういうバッターだよなやっぱな。見ろこの三振の数。空さん空さん、カサンサヒカラさん。R ティにラップ作ってもらおう。空さん空さん、カサンサヒカラさんだよ。こいつラッパーだよ。令和のエゴシだよ。どんでんすげえな。なんかなんやかんやで。いや、ミッチャーがよすぎるわおもんないんだお前ら ちょっとパンツマン似てるような岩崎な。<laughs> 俺だから応援してる。岩崎って覚えてください。言ってほしい。あの、押さえて出てきて、お前がやれよって言ってほしい。どんでんに。いいよ、機嫌悪くなるからやめよう。うどうせこんな、どうせ浅野もいねえし、ね、坂本も怪我するしあ、秋広上がってこないし、キャッチャー使わねえし、もう、こう、こうなる。もうどうせこうなる。なよくなんか変な、重ねえ試合になる、どうせ。 懐かしいね。この時代、この時代に戻ってほしいよね。この時代。俺が夢見たこの時代に戻ってほしいんだけど。早く。この楽しかった時代に。ほんの1ヶ月前楽しかった。もう大城はこれぐらい使う。ほに出るけどね。今年の懲戒期12万5000人来てたと。うなんか人多かったもん、明らかに。いや、俺だから、聞いたの。庭さんに。え、なんでこんなに人来てるんですかなんか去年よりも、すごい活気があっていいですね。ここだけの話教えてくださいよ。 ドワンゴが出店してるブースが少ないからですね、か、ですかねーって言ってた <laughs>。いや、明らかに多かったよ。ユーザーが出店できるような形を取ったからじゃない。それ面白いじゃん。めっちゃ良くない緑さんは去年より少ないって言ってたあいつ本当にバカで計算できねえから、俺がだってさ、ニコニコをかばう理由なんかなんもないじゃん。明らかに多かったよ、人。だからコミックマーケットみたいな形にな,なったんじゃないバランス良くなかったそのニコニコが出してるブースと、 あの、ユーザーが出してるブースのバランスがすごい良かったと思う。あとなんか生放送どこでもしていいよって形になってて、あいいっすね時代と逆行してていいっすね <laughs> って言った。<laughs> どこでも生放送してたでしょ、あれ。な、あの、ニコ生主が。喫煙所とかでも生放送したの。いいっすね。そんぐらいやった方がいいっすよ。しかも多分ね、ニコ生だけじゃなくて、ツイッチとかもやってよかったらしくて。良くないうわ、それニコニコっぽくてめっちゃいいって。懐深いじゃん。だ俺も多分いっぱい他の人、 に移されたし別にそれもいやオッケーなんだから全然いいよなんか俺だけなんかすごい腫れ物扱いされて奥の方の全然個室俺しかいない個室に通されたんだけどいや俺ここだとなんかちょっと気持ちが乗っていかないっすっつってあのなんていうのみどりさんとかがいるあの楽屋に移動させてもらってこっちへ滝させてくれっす ぶっちゃけギャラあったか教えてくれ、二個、超会議いや、さすがにあったんじゃねえかなさすがにゼロじゃ出ないだろうから。ジャロさんがオッケーしないだろうから。もらってはいると思う。で、ひろゆきさんは多分ギャラなしだよ。ギャラゼロ出てるはず。鳩だ,だからさ。俺もだって最初の30分のブースはギャラなしだよ、もちろん。俺がやろうぜっつってやったやつだから、そこはゼロだよ。で、オファーがあったやつは、多分、いくらい、いくらか本当に知らないけど、あったんじゃないかなゼロじゃないはず。 3億5千万ぐらいじゃないニコニコは多分安いからさ、キャラが。そんぐらい出てやってる。でも3億以が出ない。あの、いっぱいもらうかタダで出るかって決めてんの俺。たまにあるの。未だに来る。アマゾンギフト2万円分1枚でどうでしょうかってもう。だったらタダで出させてくれって思っちゃう。<laughs> じゃないとさ、100万円とかもらって出てる企業にあれ申し訳ないじゃん。だったらもうタダで出てくれませんかってオファーの方が、まだ受けやすいんだよいや。舐めてるとかじゃなくて他の企業に申し訳なくなっちゃう。 いや、あるあるある。社会人として立て,てるのダメあのー、あそ、ら遊, <laughs> 遊び <laughs>。本当に仕事だと思わず出れるから、遊び。こっちも気が楽じゃん。交渉はしない。出るか出ないか。実はやってるゲーム全部金もらってるよ。もらってるでしょ、だって。ツイッチでさ、配信してさ、それでサブスク入ってくれて,て、らもらってるのもんなんだよ、全部。恩恵はめっちゃもらってる。あ、そう、アイコスこれ新しいのに変えたんだけど、あの、使い方がわかりません。教えてもらっていいですか ど、どうすればいいんですかこれ。なんか止められるんでしょ説明書捨てちゃった。意味ないから普通に吸っとけばいい。じゃあ邪魔だね。ボタンのところ下にスライド。何も変わらん。素早くスライド。うわあなんか11って、11って呼ばれてんだけど。これ、これ、これな、直し方は上にスライドうわ <laughs> すげえ<ー笑>これで、下にスライドしてるときは止まってるんだ。うわあで 俺常に吸ってんだけど。あ、常に吸うことは考えられてないんだ。じゃあユーザーの気持ちを考えられてないね。舐めてるね。廃業終わったら禁煙するって言って2年経ったけどいつやめるの俺の中でまだ廃業終わってねえよ。まだ戦ってる。葛藤してる、今。帰るまでが遠足なんだよ。卓球とか来て一回手を離したりするときに使うぐらい。<laughs> でもなんかあるもんね。なんか、ちょっと手離し、トイレ行ってこようみたいな。時に一回止めてみたいな。 <laughs> バロのラウンド中、なるほど <laughs>。あ、めっちゃわかる <laughs> これめっちゃわかるなんか、吸ってるけど、あ、でもうちへ出ちゃったって,言って置いといて、あ、終わったつっ,ったらもう冷たくなってる。がないんだ。じゃあ、バロなんてやってる人はこれ買ってください。これ1万円ぐらいで、多分買えるんで。それは刺さるわ。エーペックスで試合始まったりするときとかに使える。なるほどね。<laughs> FPS 専用機じゃん。駅構内で普通にアイコン吸ってるやついる。いや、そんなやついねえだろ。いる未だに。 田舎の駅とかったいるかもしんないけど。ねえ、厳密に言うとさ、今ってさ、歩きアイコスってオッケーなの厳密に言うと。もうダメになってんのちゃんと。一時期浜ちゃんがさ、あの、本音ではしご酒でさ、歩きながらアイコス、タバコ、あの、テレビでタバコ吸ったのこうやって。ダメになっちゃったんだ。厳密に言うとダメなの条例によるんだ。ベイプは要は何にも入ってない。ただの水蒸気。あれって加熱式タバコじゃないのじゃあ電車の中でベイプ吸っていいの <laughs> こうやって。いや、 これ、ベイプですよ、みんな。つって言いながらさ、山手線の中でベイプ吸えるモラルに反するけど、法律には反し、反さない。ただの水蒸気だよ。あ、ほんとに水蒸気だよ。C 社はじゃあ。じゃタクシーの中で C 社は完全に個室じゃん。タクシー内 C 社。運転手次第なんだ。まあ俺は喫煙所でじ、じゃなきゃ吸わないんだけど怖くて。たまにあるんだよ。なんか、飲食店入って、すみません、喫煙所ありますか店の前の敷地内で吸ってください。って言って、それ六本木の店だよ。 個室のなんか鉄板焼き屋みたいの行って、え、どこで、なんかこれ喫煙所ありますかって言ったら、あ、店の前のところで、アイコ吸っていいですよって言われたの。でも店の前って言ってもさ、店の敷地だけど、道路に面するところなの。道路に面するところだよ。普通に路上で吸ってんだよ、こうやって。でも敷地ない。で、灰皿はない、そこに。怖くないよくあるよね。排水口に捨てなければいい。そんなやついい、いいね。古き良き喫煙者いるね。 人差し指でピーンって投げて、あの、排水口に捨ててんのじゃ、あ、アイコスってさ、別に、灰皿こん中にしまえるから。中にしまえるんだよ、別に。あのー、灰が出てないから。ちょっと残ったペットボトルに入れて、コンビニに捨ててね。お前、高校生みたいなもすんね。ちょうだるそう。<laughs> ポイ捨てできるアイコス作ってほしい。いいね。あの、地球に、地球に優しいアイコス作ってほしいよな。普通に捨てることで、 地面がどんどん良くなっていくアイコス。耳、そう、ミミズの素材のアイコス。ミ,ミズ味。<laughs> 体に悪くて地球にいいわけねえだろ、確かに。<laughs> 確かに。えと、でも逆だよ。体に良くするために地球に悪くしてんだよ。フィルターがなければだってただの葉っぱじゃん。タバコの葉っぱ燃やして吸ってるだけだから。人間のために地球を汚染してんの。フィルターが良くねえんだよ。一生なくならない。 昨日お前が寝た後にバカどもがセブンデイズトゥーダイやってたけど、この世の元この世の元とは思えないほどグダグダだったぞ。主にガマがあること言しさが。<laughs> そう、当ててあげよっか。えお、これ、あれ、ど、ど、あれ作ったやつってさ、どこに行くのえこれ、作ったやつはさ、どこに行くので、まず30分。で、クラフトの、えー、種類を覚えるのに30分。 マッチゃンがそれに消えたんだ。よかったね、じゃあ俺がいなくて。俺、そうしたら、ヨっちゃんを、そ、そのまま1時間ぐらいクソ。おめえほんと使えねえな、みたいな。あの、意地悪して、それで1時間。俺がいたらさらに1時間伸びてただろうね。そもそも同じサーバーに入るのに30分かかってた。<laughs> 俺の予想の上行ってるじゃん。<laughs> 7日経つも、7日経つまで、ね、飽きてた。俺でもみんなに説明するのは下手なんだけど、俺ヨっちゃんを、くぐにするのは上手いのね。 あいつとまで10、まね、十、十歳からの付き合いだから、二十八年一緒にいるから、よっちゃんは今ここで止まってるなっていうのが容易に想像できるの。よっちゃんは操り人形にするの上手だから、これこうし、これ買って、こう、こう買って、こ,こう買って、こう買って、こう買って、で、くつ俺、カンクロって言われてんのね。どうせこいつこの辺できねえだろうな。で、セブンデイズ・トゥーダイどうせ買えねえだろうな。俺だって一気俺が買ってやったんだよ。ボタンを押すだけにしてやれないやつが俺。操り人形だから。なに、よっちゃん間違ってサーバー買っての。 <laughs> <laughs> サーバーがつたんだ。で、まっちゃん短期だから、そういうヨっチャンで切れるので、ね。ヨっチャンはゾンビ化を治すワクチンは意味がないって言って打たなかった。<laughs> それはネタでしょ。<laughs> それはネタじゃん。半額なんだもん、ちゃんと。天狗ちゃんと太トちゃんどっち、どっちがたん期俺、天狗ちゃんが怒ってるとこなんか見たことない。で俺と天狗ちゃんは怒ったことねえんじゃねえかな。まあ、俺、ヨっチャンには酒癖悪すぎて、一回切れて4年間絶縁したけど。いや、俺と天狗ちゃんは怒んないよ。 怒ってるフリアするけど、パフォーマンスで。いや、イズなんて俺切れてないもん。で、テングちゃん、俺たちにはまあ、滅多なことがない限り怒んない。俺だってあの3人にキレたことって多分1回しかないよ、だから。まっちゃんにもないし、テングちゃんにも1回もない、1回もない人生。ヨッちゃんには酒癖悪すぎてマジでキレた。28年つか、付き合ってきて1回だけだよ。まあ、部屋におしっこした時も怒んなかった。ヨッちゃん、本当に普通にやめてって言った。 で、その後、あいつ、罰が当たって、実家の襖を天狗ちゃんに、あの、ボコボコにされてて、ねよっちゃん。こういうこと、こういうことされたら嫌でしょって。実家の襖をベロベロに酔っぱ、酔った、天狗ちゃんに、ズダブクにされてて、親にクソ怒られてて、なって。よくねえだろかもなじが店でごま吸ってて、お前に怒られた時に何、ごま吸ってて、こっちの方、それと本当に、こっちの方どっち どっちの方の方それともこっちの方後者だったら記憶にない。ゴマをフリスクみたいに食べてたら注意された <laughs> いや。店に迷惑かかるからだろ。<laughs> 俺正しいだろ。怒るよ俺そういうの。やめなさい俺酔っ払っててもそういう理性絶対途切れないから。<laughs> こっちだったら俺見てみるりけど。関わりたくねえ。お前は食べ物捨てるから何の説得力もいいよ。なんで俺お腹いっぱいになったら捨てるよ。しょうがないもん。 お腹いっぱいなんだもん。食べれないんだもん、それ以上。もこに対して怒ったことは人生多分一回もない。一回もない。一度たりとてない。てか、イラッとしたこともない。クレープ盗んで食べてたと聞きれてたと、など,どうやらだっけ <laughs> いや、そんなネタでしょ。配信でってことでしょ。あ、なんか、北尾さんが差し入れしてきたクレープを、俺の分まで食べようかってこの野郎みたいな。そりゃお、ネタだよ、それ。さすがに。 いや、オニアに対しても、イラついたことない。一回も。ゼロ。<laughs> オニアはうんこちゃんとモコの悪口言わないけど、他の奴への悪口がすごくて、性格が本当に悪いってさ。<laughs> でも俺の前では言わないからさ、オニアはいい子なんだよ。すっごい。俺の前で言わないんだもん。素直でいい子なんだよ。猫かぶってんのかな人選んでるんだ。いや、でもあいつ、人の悪口をかけても言うけど、そう、本人にも言うのね、ちゃんと。<laughs> ちゃんと本人にも言うの。 だから筋は通ってるなって思うんだよね。それは何回か見たことあるよ。それで本当に嫌われて、それ以降、オニアとそいつが合ってないみたいなのは何回も見たことあるよ。本人にもマジで言う。そうツアハスとかは多分オニアのこと本当に嫌いだと思う。本当に嫌いだと思う。おい、ヒゲおいヒゲって,言っ,て言って言ってんのね。<laughs> 加藤さん、木尾さん、ヒゲって言う。呼んでんの。おい、ヒゲおい、ヒゲって呼ぶの。あいつはさ、下に見てるんじゃなくて対等に見ちゃうから。 なんでツワハスのこと舐めてんの知らねえ。知らねえ。知らねえ。黒人さんのことを国って呼ぶし。関ゆ太のことをうたって呼ぶじゃん。で、スパイギアのことギーって呼ぶでしょ。加藤さん、もこさん。あいつさ、俺、あだ、だからまさ、俺さ、俺、もこ大石さん以外にさん付けで呼ばないから。<laughs> 抹茶は抹茶って呼ぶじゃん。あ、釈迦だけ釈迦さんだ。釈迦も釈迦さんって呼ぶ いや、ちげえよ一時期、シャックって呼んでたぞ、あいつ。<laughs> シャックって呼んでたよ。あ、ゆゆうたも、ゆ、鈴木さんって呼んでるわ、鈴木さんさ、って。ひかきも、ひくって呼んでる。なな、どういう線引きなんだろうね。え、カモの足のこと、カモさんって呼んでんじゃん。カモさん、カモさん。どういう基準なんだろうね。繁盛のことは、繁盛社長って呼んでるよ。で、うちのお姉ちゃんのことは、お姉様って呼んでる。<laughs> お姉様って呼んでる。うちのお姉ちゃんのことは。 さらに俺のお姉ちゃんだから、さらに健常。お姉様って呼んでる。加藤さんのお姉様って呼んでる。京ちゃんのことも京一郎さんと呼ぶね。なんか仲良くなったら、ため口になっちゃうのかな。ま、あ別に、それはいいか。ソクさんのことなんて呼んでんだろうね。D だ。クソ舐めてんじゃん。D。<laughs> 舐めてんな。俺ジ,ジイって呼んでる。俺、おいって呼んでる。でも俺配信中はおいって呼ぶけど、 配信外で普通に会った時は、打足さんか河村さん。絶対。で、敬語だよ。打足さんは、あれですかって。そこはね。ね、打足さん、シティハンターの映画に出てたらしいんだけど、誰も知らないってい <laughs> 最高の出方じゃない。どこで出てるんだろうな。ネットフリのシティハンター今日見るから、見つけるね。ちょ、ほん、ちょ、ね、ちょ、打足さん聞いてみていい打足さん、シティハンター出てんのって。 出てるよ。うわあ、ウォッチパーティーできたらなぁ超おもろかっただろうね。みんなでさウォッチパーティーしてやる。打足、おい、打足で探すぞって。うわあ、やりたかったな同時視聴。ネットフリックスなんだよ。VCR の GTA で打足のムーブが終わりすぎていて、ストリーマーの弟が打足のこと舐めてる。何したろロケラン抱えて死んだんだだけで、軽蔑されてんの そんなこと言ったら俺もうロケットランチャーは国一個落とせる、現実世界の国一個落とせるぐらいロストしてんだけど。でかい事件の裏でずっとコソ泥で ATM を襲いまくってた。<laughs> あ、そうなんだ。軽犯罪を重ねてたんだ。警察に捕まっても罰金より成功報酬の方が大きいから一生泥棒し続けて最終的には無視されてた。<laughs> で、やめたんだ。誰からも相手にされなくなって。かわいそうだね。 釈迦が言ったのは、どうせまた打足だから行かなくていいよ。冷たくし、釈迦にしてな、そうやって。<laughs> いいよ。どうせ打足だからもう行かなくていいよ。警察のオサだったの、釈迦が。官僚の釈迦が、もうあいつ無視していいよ。あんな、心の広い、釈迦にそうやって言われたんだ。<ー> <laughs> よっちって本当に桃鉄うまいのは、あの知力だと、どう考えても下手たんだけど。<laughs> バカ、お前、よっちゃんの、 桃鉄は、あいつが一人でゲーム実況してんのを見てもつまんねえけど、俺の解説ありだったらめちゃくちゃおもれえぞ。あいつくっそどんなゲームでもイライラしないけど、桃鉄やってる時だけあいつガチになるのね。で、俺がめちゃくちゃバカにしながら、本当に顔引きつって、キレながらやってるよっちゃんめちゃくちゃおもろいぞ。くそいじめてたの。俺よっちゃんを、桃鉄で。で、負けるのが嫌すぎて、赤鬼と100年やってたんだよ。 えジュでも、でもこれさ、日本列島がさ、全部俺の色になっちゃってるからさ、100年、豆鬼と。だからこいつ何やっとんや、って。高校のこの夏休みに。こいつ何やってんだろう、って。<laughs> でも山形のさくらんぼは、これ最初に買うのいいかもしんねえな、って。だいおぞましいくらいゲームヘラだから、パープロ8の、迷宮島 初戦だけあいつにやらして、後半全部俺がやってた、こうやって。<laughs> バロできてんの奇跡じゃん。才能あるんだろうね、だからね。ヨッチャンの中ではバロなんても才能があるんだと思うよ。なんもできないんだもん。もうギリギリ、箸持てるぐらいが、ヨッチャンの <laughs>、限界者の、箸が持てる、みたいな。知力ない代わりに力は強いってこと、あいつ力めっちゃ強い。千葉の、 走り幅跳びのなんか記録持ってるやつ。千葉のなんか県大会かなんかの、最近塗り替えられちゃったけど、なんだっけな。走り幅跳びの中学生のなんか記録持ってるやつ。聞いてみて今度。あ、違うそれで、あれだ。なんかその県大会がなんかで、惜しくも7位ぐらいだったんだけど、あいつバカすぎて、とんでもないフィジカルしてんだけど、めちゃくちゃバカなのね。だから、とんでもないぐらい前から飛んで、なんか、 長い人があったんだけど、それで、なんかちゃんと分かったら、なんか記録だったんだけどなぁって言ってた。しかもそれをそんなに悔しがってなかった。前焼肉配信した時に肉1時間出たことあった。まあね、優しく見守って。テストは、な俺高校違ったんだけど、周りの奴らは、まあ頭いいけど正直、頭、勉強すれば全員できるけど、 勉強しないで女とかと遊んでたから、もう最下位の方だったのね。よっちゃんも毎日ずーっと一日も解禁症で学校行って一生懸命勉強して最下位だった。<laughs> あの、俺たちとは違った。なんか、勉強だありよなーとか言って。今日学校行くのやめようぜ。って言って最下位のや奴らがバーっている。なんかよっちゃんは、解禁症で <laughs>、勉強ちゃんとやって最下位だった。かわいいだろう。でも、やっぱ成功するやつそういうやつなんだよ。 だから仕事は休まないとか。あいつ部活も絶対休まなかったの。仕事休まないとかに生きてくる。結局そういうやつの方が偉くないいや、よっちゃん成功してるでしょ。奥さんいて子供いて、仕事一生懸命やって、大成功じゃない友達もいっぱいいて。そんなのもう成功でしょ。幸せだと思うよ。<laughs> まっちゃんは他人の視点に立てなくて、説明が下手で、よっちはガチで話を聞けなくて、基本操作も分からなくて、天狗ちゃんマイペースで眠たくなっちゃったので飽きたので抜けて、ワッチゃう負けたらな,なりましたかった <laughs> あるあるだね、俺たちの。金持ってるの羨ましがられたで別に、そんなの、だってみんなと遊ぶときはさ、お金使った遊びなんかしないもん。なんなら俺怒らせるし。そういうパワーバランスはゼロだよ、うちらは。みんなが行って楽しいところ行,ける行く。か夜の店行くときも、絶対割り勘だし、 変わらない。行く場所は。友達って別にさ、そいつらと遊ぶのが楽しいから、場所なんかどうでもいいんだよ。だふ普通だったら、例えば一人で旅行行くとか、国人さんとかでマカオ行くだったらいいとこ泊まるけど、あいつらと行くんだったら伊豆のきったね8 0ね、5千円とか8千円ぐらいのみ民宿泊まってくちゃくちゃに飲んでる方がおもろい。でお,お金のバランスが崩れない。自然とそういうところがチョイスされる。楽だよ。 だから金もでも本当にネタじゃなくて普通に金もったいないから返してないんだ俺もったいないじゃん逃げ切ろうと思ってるマジで困ってる時に2倍にして返せ今2人目の子供ができて本当にお金が必要だけど本当に返さないから俺は返すことないと思う <laughs> それ以上に怒ってんだろ本当はガチで割り勘だよ俺らそれか次行く店ちょっと高そうだなって時あるじゃんさすがにここ俺が払わなきゃダメだなみたいなそういう時はその前の店は絶対怒らせる でもまあそんなの特例中の特例。多分人生でほんと数回しかない。現実的にちょっとさ、経済的にさ、なんかお子さんもいるし、大変じゃん。俺別に、何もないし。お金貸してって言われたら絶対貸さない。絶対貸さない。誓約書書かせる。マイクラの作者は金持ちすぎて今までの友達みんないなくなって打つんだと、な、なんでいなくなるのなんかそういう変な奴らが寄ってくるんだったらいっぱいあるけどさ、別にさ、昔からの友達が唯一いなくなんなくないなんか、 嫉妬されちゃってみたいな。多少自分にもなんか、あれがありそうだな。だってさ、そいつらといるときに、ずーっと昔のままで自分でいたらさ、嫌われる要さがなんもないじゃん。多少あったんじゃないそういう、あこ、こいつ変わっちゃったな、みたいな。なんかゼロじゃなかったんじゃないそれがいいとか悪いとかじゃなくて。それとも単純に嫉妬されたのかなはるか上の存在だって思っちゃうのかな 俺たちじゃ釣り合わないと思って離れて。<laughs> あ、もう言うわ。確かに。おい、冷静かかったらあいつらじゃ俺と釣り合わねえから普通に延期るわ。普通にライブ送るわ。お前らじゃ俺と釣り合わねえよって。今度会った時言うね。言っていい釣り合わねえわ。うん、ピケとかと遊ぶからお前らみたいなクズと遊ばないねって。昔の友達でも金銭感覚合わないやつと合わなくなった。そういうもんがね。昔の友達だけだな。なんかそういうの考えずに。最近のやつは、最近仕入れた人は、こっちも気遣っちゃうんだよ。 割り勘で飲める奴らと結局遊ぶようになる。俺も気使っちゃうし、向こうも気使ってんだろうなと思っちゃう。有名になったから昔、急に昔の友しかないところまで一回も来たことないね。あ、なんか同窓会のグループに入った時に実は見てるよみたいなのはい,いっぱい来たりするけど、それは別にさ、当たり前じゃない急に誰かを,を経由してとかゼロ。しかも、仲いい奴らだったから、初対面にこいつとは仲良くなれなそうって思う基準ある。え、たあの、人の名前でマウント取ってくる奴。 いや、実は僕、こ、こいつの編集者やってまして、とか。自己紹介の時に、まず人の名前出すやつは、絶対に仲良くならないし、仲良くならないって決めてる。で、そう、昨日の話なんだけど、たまになんかその、仲良い,い友達とご飯とかお酒飲む時に、いる向こう側の友達のお友達、3、4回同席したことある。けど、何やってるかわからない人がいたんだね。でも、この人感じいい人だなと思って、喋ったりはするけど、 なん素性が分かんないな。でも分かんないじゃん。もしかしたらさ、芸能関係のことやってるかもしれない。で、何やってるんですかって聞けない、聞かないのよ、俺絶対。俺も、言わないし、向こうも言わない。で、そこたまたま、俺、この前、現場で、よろしくお願いします。メイク入った時に、その人がはいて、ハッてして、<laughs> あ、メイクさんだったんですね。自分、なんかそのステータスとか、他人の名前とかで、自分を大きく見せようとする、やつは、あんまり好きじゃない。 でもその、ご挨拶するときに、あ、実はハイゲのなんとかっていうところで、あの、一応こういうことをやらせてもらってまして、みたいなだったらいいよ。普通にフラットな場で、なんか言われると、うってなっちゃう。よく出されるのがマジでレペゼン、地球。<laughs> いや、実は俺、フォイと友達で、はいじゃあフォイに電話します。すぐフォイに電話ますよ、こうやって。<laughs> 絶対こいつ吹かしてんな、みたいなときは。フォイもお前の友達飲んでんだけど、つって。 えジュニー俺そいつ知らないっすよーみたいな。分かった。じゃあ,あよろしく言ってくれすっきりリン、こ、ね、<laughs> マジで。すぐで読ませる。言わなくていいじゃん。しかも俺、大石さんの名前なんか絶対出さないのね。本当に大事ってかさ、友達の名前は絶対出さないの。いや、キャバクラとかでも別にそれ冗談なのね。みんな冗談で言ってたけど、それは。それ言って、言わないんだけど、俺は絶対。他人の名前。で俺がさ、あのー、誰と関係があるかってみんな全然知らないじゃん。俺配信でも言わないし、私生活も絶対言わないようにしてんの。で、 あまりにも関係性高い人。大石さんで言うところ誰あ、トムさんと俺が出会ってなくて、で、たまたま会った時に、あ、いつも大石さんとラジオやらせてもらってます。だったらいいよ。言えるよ。トムさんと俺が、面識なくて、どっかだった時に、あ、実はあの僕、あの大石さんと、オタクのね、大石さんと共演させてもらってて、いつもお世話になってます。っていう挨拶はありなんだけど、いや、俺友達、大石もそうし、俺友達だよ。みたいな、やつマジでいるのよ マジでいるのそういうなんか、金命やつ。嫌だろ本当に友達かもしんない。え、だったら友達にならない方がいいじゃん。そんなこと言われたくないじゃん。<laughs> PK のことなんか絶対言わねえよ。クソ恥ずかしいだろ、お前。めちゃくちゃ恥ずかしいだろ。<laughs> 俺知らばっくれるもん。あ、勝手だ、今度なんか、サッカーのやつ、あ、なんか、<laughs> なんか、なんか、っていう。<laughs> お前、陣内も本人が触れるまで名前出してなかった。当たり前だろ。<laughs> 出せるわけねえだろ。えあ、あの、ノリカのあれですよ。俺言ったら、今のすら俺嫌だもん。俺本当に嫌だもん。本当に嫌なの、俺。絶対に出したくないの。い<や>な <laughs> ゆうたこっちから聞かなくてもどんどん教えてくれるぞ。教えてくれるっていう表現いいね。あいつはなんかね、自慢してるわけじゃないんだよな。で、本当に言っちゃいけないことはあいつ言わないから。でもさ、その配信会に関わらずさ、 普通な会社でもゆあれいるでしょ。じ、俺実は、向こうの社長と友達で、みたいな。クソいるだろう。あれ、何なんだろうな。<laughs> 俺の母ちゃんよそれ。<laughs> おめえの母ちゃん、そういうやつじゃあね、な、なんて言ってくれ、おめえの母ちゃん、おめえに。おめえの母ちゃんがそういうやつちょ、教えてくんね。親族から出ちゃったんだ。終わってんじゃん、おめえの母ちゃん。<laughs> マンションに出れるの。<laughs> お前なんかあれだね、結構。 家庭環境良くなさそうだな。インスタのフォロワー数自慢してくる超やだめっちゃやだめっちゃやだインスタのフォロワー数自慢してるやつとか、もう最下層ど、どれぐらいの数で自慢してくる ?5000 とか1万ぐらいのやつがそれし,してそうじゃな、ね、い ?1000 とかどういう風に自慢してくんのノブは自慢してねえだろ。あれやらされてんだろ。300万あったやつでしょ。あれやらされてるじゃん。 見事に DAIGO のさ、あ、<laughs> 思惑通りになってるやん。<laughs> あれネタじゃん。ど、どういう風にさ、自慢してくんのちょっとフォロワー多いんだけど、でもさ、自分発信出てくんの俺ちょっとフォロワー多いんだけど、きちいな。フォロワー何人って聞いてくんの <laughs> いや、俺全然いないよつって、いや、俺の顔使っていいよ。80万人ってっていいよ。いや、全然だ。俺、あんま友達いなくてって俺のツイッター見せていけよ。それ、許可するわ。 お前らのツイッターでもあるから、マジでそう言ったらにマウントっていいぞ。まあまあ80万人くらいいるだろ、俺のツイッターって今。全然いない、全然いない。82万、2.3万人だから、それ使っていいよ。それと絶滅させろ。マジでやっていいよ。だって俺がこう今、公言したじゃん。みんなのものでもあるよって。代表して俺がやってるけど。だからキャバクラジオとかでも、なんか、SNS やってるキャバクラジオとか多いじゃん。で、もちろん俺のこと知らない。で、なんか話してると、 私なんかそのネットとかでもい,いろいろやってて、みたいな。インスタとかもやってて、みたいな。そっちも頑張ってんですよ、みたいな。で、普通のお客さんだったら、まあフォロワー、まあ5万人とかやったら、うわ、すげえな、ってあるじゃん。で、フォロワー何人いるのみたいな。聞くと、え、ごめんなんですっつって、わ、すごーいま、わ、すげえ待ちしてるやつに、ふーんって言うのね。<laughs> あ,あ、まあまあ頑張ってんだよ、みたいな。<laughs> 絶対に精神的にマウントする。あ、お、すげえじゃんって。え、なんかキャバクラジでそんな、あれなんだって。 十万とか行くんだ。すごー。そう、すごーのテンションも、すごーじゃなくて、すごー。委員長と飲みに行くよとか、マジでやな。<laughs> 何の委員長そ、順がやめてって言ってたよって、お前、息子だったら言えるだろう。うん ガチの美人の赤は鍵が咲いてい、そうなんだよな。ガチの可愛い女ってマジであの卵のあれで、卵で一個も更新してないのにフォロワー400人みたいなやつが一番いい女なんだよ。延期。魔界の奥に住む本当の美人って自分から発信せずに卵のアカウントでなぜかフォロワー400人が一番可愛いそう。そのそう。マジで。フォロワー数なんかいらないそう。今年別に、 インスタとかをもう見るだけだから、別に更新とかしたことない、みたいな。なんでじゃあこんなにいるのえ、全員友達だよみたいな感じ。<laughs> 友達が勝手にフォローしてくるんだよぐらいの。こいつ、やるって思う。登録者数マウントなんかされたことないし、したこともない。でも SNS 系は結構いそうだなって思った。言ってくるから、そういう。インスタとかやってるってすごい聞かれるのね。やってないじゃん、俺。やってないっていう。おじさんだからやってないっていう。 おじさんだからやってないわ、やってるおじさんに聞く <laughs> で。おじさんってインスタ何やってんの何のためにやるのおじさんって。これは煽りじゃなくて、じゃあ40歳じゃん、もうすぐ。40歳のおじさんはどういうインスタを更新してんの池おじがバイク乗せたりする。あまあまあかっこいいね。仕事。名刺交換用とか。日記代わり。自分なりの自己顕示欲の発散方法。 こんなでっかい魚が釣れましたはいいな、確かにな。それはまあなんか、見てほしいじゃん。こんなでっかい魚釣りました。で、魚釣りが好きな人たちが見て、わあすごいっすね、いいね、いいね、みたいな。俺なんもないもん、そういうのが。いい家庭マウント。なんか、この子たちもこんなに大きくなりました、みたいな。<laughs> 知らねえよ。他人の家の子供興味ねえだろ。誰がいいね押すんだよ、それに。 芸能人とかはさ、やる意味あるだろうけど、ファンの方に向けて発信とか。かおじさんになった今、おじさんの SNS の使い方がわかんないんだよね。インスタグラムに撮る写真がない。何やってんだろうね、みんなね。犬の写真ツイッターでもめんどくせえのにさ、あの、何がめんどくさいってツイートするのはめんどくさないな。関係性が微妙な人をフォローしなきゃいけないみたいな、脅迫観念に駆られるじゃん。 ってなると、インスタまでやったら余計それが広がるじゃん。この人フォローしなきゃ、みたいな。それデッキだから、極力やりたくない。みんなもあるでしょ。学校の友達はフォローしなきゃいけないとかさ。いや、やっぱ仕事絡みの人は気になっちゃうから、俺。なんでグラビアアイドルはフォローするんですかおっぱいが大きいからじゃないかなおっぱいが大きいからっていう理由。そういう理由。今日加藤さんをライシングループに入れたら3時間後に退出しましたって出て、加藤という人と関われた気がしてみちゃう。<laughs> めちゃくちゃキモいやん、お前。なあ、迷惑かけてんだ、俺に。ねえ。うわンが退出した俺の匂いがしたいい匂いしたでしょ、俺。俺洋服からいい匂いするから。いい匂いした俺と関われて。柔軟剤のいい匂いがしたでしょ。逆に加藤さんは何で情報を得てるんですか何で得てるんだろうね。インスタってやっぱ情報を得る場所なの。でも、何にも困ってないからやっぱ必要のないものなんだろうな。 今からインスタのアカウント一緒に作ろう。俺それ、前やったけど、インスタのアカウント作ることもできずに諦めた。作れなかった。頑張って作ろうと思ったけど。作れなかったの、インスタのアカウント。頑張ったの、俺も。わかんなかった。作り方が。諦めた。何これって。配送した。友達とうまい店探そうぜってなった時に、俺はネットで調べてたんだけど、友達はインスタで、あー。なるほど。 インスタで女さんがこれって私だけこの前もやもやすることがあってっていう投稿が入って、すせばーがてめえだけだよお前。クソガキがなめんだ。言っといて。知らねえよ。てめえで考えろ。はは、純のストーリーみたい。俺よくわかんない。なんか、あ、これインスタのストーリーみたいなもんでって言われた <laughs> あ、そうなんですねって言うけど俺インスタのストーリー知らねえから、<laughs> あ、そうなんですね。<laughs> あ、インスタのストーリーみたいなもんかって言うけど、何ストーリーっていつも持ってる。 消えるやつなんですよって知らねえなんで消えるやつって。消えるやつだったら最初から載せんじゃねえよ。なんだ消えるやつって。24時間で消えてって言われても知らねえよ。24時間で消えるやつ。その。なんで24時間で消えんのじゃあなんで投稿するのそれ。24時間で消えるのに。<laughs> てめえが消えろ <laughs>。本当だな。じゃさそあのさ、投稿とストーリーを使い分ける理由はなんだろう。 24時間で消えてほしいな、みたいなのがないんだけど俺 <laughs>。未来英語、生き続けてほしいじゃん。24時間ぐらいで消えてほしいな、みたいな発信ってた、た、例えば何その、いや、芸能人がやる、芸能人の人がインスタやってて、ストーリーでしか載せないこととかある。あ、予告、あ、なるほど。今日、ニコ生の公式放送出ます、みたいな。告知とか。あ、まあ、それは確かに、そうだな。それは、あれだね。有益だね。残ってても仕方ないからね。 もう時間が経っちゃったらもう、いらねえか。飯とか遊び行ったとかどうでもいい投稿はストーリーに乗っけてるんだ。サッカー選手だと選手に対する文句をストーリーにあげることがよくあるあ、まあ、24時間で僕は切り替えますよっていう。24時間で俺は切り替えるぞっていうアピールなのかな。わかんないんだよな、使い、使い勝手が。 今日新宿で飲める人みたいなアンケートを取る目的にも使える。バカかよ、お前。ピンポイントで言えよ、連絡で。まっちゃん今日新宿で飲もうでよくない誰か誰か今日新宿で飲める人知らねえよ。飲まねえよ、てめえとは。気持ち悪いな。ちなみにインスタにもエロアカウントがあります。すぐ作ります、じゃあ今から。インスタ作ります、僕。俺が逃してるエロがこの世に存在することがもう許せないんで。じゃあインスタやります。じゃあ作るよ、俺も。そんなもんは。 加藤純一か、加藤純一、アットマーク、エロアカで作るんじゃあ。<laughs> 俺は投稿しないけど、エロいやつを見るだけのアカウント。加藤純一、アットマーク、エロアカ。見るせんちゃんといいねもする。でも怖いんだよ、なんかあの、インスタグラムって、なんか誰が見たかってバレちゃうんでしょ恥ずかしいじゃん。ストーリーはバレるのなんでやだ。投稿者にしかわかんねえ。いやいや、それが一番恥ずかしいだろ。 <laughs> 今からお前で抜くぞって宣言してるのも <laughs>。絶対やだ、俺この前さ、俺ね、もう本当にここだけの話してほしいんだけど、俺、メエスの予約取るの俺、本枠でやってんだね、ツイッターの <laughs>。俺、ツイッターの本枠でメインエスの予約取ってんだけど、バレてそれが。だって俺、サブ枠持ってないから、ツイッターで予約取れるんだけど、いつも俺、メエスを予約するときは、ツイッターの DM から予約するのね <laughs>。 いやサブアカの作り方って、ね、作り方が分かんないの。作り方とか切り替え方とか分かんねえから、マジで本アカでやってんのね。なんか、この日のこの時間予約取れますかもういっぱいです。加藤淳一さんいつも応援してますみたいな感じで。<laughs> 俺それでブロック、ブロックってかもうすぐ消して、俺二度とこいつとは会わねえって。恥ずかしくなっちゃった。影でこいつこんな風に女くどいてんじゃねえかみたいな。だから加藤淳一、メインスアカウントも作んなきゃいけない。メインスアカ だって一番楽じゃん店に電話して、この女の人いますかっていうより本人が、空いてますってじゃあ予約取っときますね。の方が良くない俺、メインエス城に直接 DM で予約取ってたの今まで。で、俺のアカウントみんな見れるから、バレてる人だから、ムラッシュの奴らには加藤さん <laughs>、メインエス、これで予約しとるやんって。でも俺それ消したら負けだと思ってるんで。俺にもプライドがあるんで。ガチで俺、もうでもやめた。恥ずかしいと思って。 電話する。今度から。<laughs> 勝新太郎みたいなやめたやめろ。<laughs> やめた。うん、あタバコのことだよ。まあね、あのー、そこにいる警察とね、一服なんかしちゃって。勝さんやめてくださいよえやめたってなんだタバコのことだ。お前なんか薬でもやってんのかとコカイン捕まった時の勝新太郎ね。金玉の裏に隠してたんだけどさ。あの、報復絶当の会見ね。 タイマだっけタイマだ。<laughs> あいつ自分のパンツから出てきたのに誰が入れたんだっつって知らクくれてた。<laughs> おもれよな、マジで。今の時代だったらさ、やばいけどさ、ちょっとおもろいよね。勝慎太郎だったら許せるっていう。俺もすごいアンチ、麻薬だけど、勝慎太郎だったらやっぱ例外はいるんだなって。ちょっと例外中の例外。その後記者にその子なって例のあれではと問われて何で知ってんのあんたも知ってんのみたいな感じして出てたと思った。いるんだよ。 蒸気一したやつが。なんか、逆に営業かけてくんねえかなでも、そう、俺ツイッター DM 開放してねえからさ、本当は開放してさ、うちの店いいですよっていう、応募してほしいんだけど、開放したくなくてさ、え、ダメなの違法なのなんで営業したらアウトなの風営法で呼び込みに当たるえ、じゃあ、名 S 上が、自ら連絡してくるのもダメなんだ。 特定の人にするのダメなんだ。それはありなんだ。店側がやるのはダメなんだ。うーん。買収に当たるじゃん。え風俗店じゃないのにね、君たちやばいことしてませんか当店は風俗店ではありませんよ。なんか、みんなが言ってる違法店と一緒にしないでね。やば、お前ら。犯罪者じゃん。警察言おうかな。こいつら犯罪者ですよって。紙パンツ絶対いらないよな。お前バカだね。お前しょぼい面スしか言ってないわ、それ。 あの紙パンツって相手にとって武器だからね。あの紙パンツを用いた名ス知らないんだ。お前あの紙パンツ履かなかったらもう行かねえよ俺。あそこが、もうあれが名スなんだよ。なにこれ俺こんな、こんなの履いて、まず羞恥心もいい。あれ、あれの、もじゃもじゃの陰謀がさ、飛び出てるところもいい。うわ、すげえ恥ずかしい。うわ、名ス行きて、面接行こうかな。今日。<laughs> ありだと思う。みんなで今日面接行く日いいんじゃない お前ヒカルさん言ってること同じですよ。あの紙パンツがい,いって、あいつもたまにはまともなこと言うな。初めて俺ヒカルの文言で、あ、それ正しいよって。たまにはまともなこと言えんだな。俺でも一回あれだよ、去年かなんかの夏に24時間配信してるときに、じゃあ寝てくるねつってメース行って帰ってきたことあるよ。じゃあみんな俺寝てくるねーって言って、俺さ、6時間で起きるからーって言って、そう睡眠時間削って3時間明ー3時間で行って帰ってきて、3時間睡眠で頑張ったっていう努力エピソードもあります。 すげえ扉静かーに開けて、絶対バレんじゃねーぞって。かすっげえ静でも花がバラバララって吠えて、お花が起きたぞみたいなコメント流れたりして。ひやだし。ことバレねーように音、音立てねえずにこうやって帰ってった。去年の夏ぐらいが3時間で帰ってきましたね。裏であんまりそういう努力してるのって俺見られたくないからさ、言わないようにしてるんだけど、結構そういう努力もしてる。 自慢になっちゃうじゃん、なんか。涙ぐましいな、こいつって。ファンを悲しませたくないもんね、こう、ファンタになっちゃってんじゃん。ファンタのファンやん、お前。柵に閉じ込めて切るぞ、こうやって。で、その名ン出で配信見ながらこうやってやってた。<laughs> ね、ちょっと仕事してていいですかつってこうやって。いいんだよな、あの瞬間がな。金玉マッサージされながら配信してました。携帯いじっているよ。別に変なことしなきゃいじっていいでしょ。 俺は携帯いじってるよ。だって別になんかマッサージされてる時にさ、携帯触って、なんか、みんなさ変なことしてないや俺めっちゃ携帯触ってるよ。ただ、鼠径になるとなぜかこうやって置いち,ちゃう、こうやって。なぜだろうな、ね、あれね。鼠径部周辺だけはなんかこうやって置いち,ちゃう。急に、おーっすーってい,いながら、こうやって。置いち,ちゃうんだよね。メンスって何されんのマッサージだっつってんだよ図に乗んなよ。 なんで名ス行くのにプラス新規は行かない行ってるわ。めちゃくちゃ行ってるわ。前、柿の木坂住んでた頃に、学大前、まで徒歩10分くらいだったのかな通ってたよ。で、そこで、俺とさっちゃんを施術してた人が、ピザラジーにも来てくれてたよ。今だからもう言えるけど。あの人そうだよ。あ、配信、あの動画には載ってなかったけどね。名スの日とキングスリーグの日が被ったらどうする何名スの日って。も、揉めるだろうね。 メキシコで探すだろうね。メキシコスペース名スで。<laughs> メキシカン名ス <laughs> 日本以外にもあるのかななんか、せせこましいことやってるよなんかな売春はダメーとか言ってんのにさ、名ス作ったりさ。なあ、ギャンブルダメーとか言っときながらパチンコ作ったりさ。絶対政治家も言ってんぞ名ス抜け道作りやがってや当店は風俗店ではありませんとか。なんで風俗店じゃねえのチンコあってくるのおかしいだろ おい。説明してろ俺に。なんでチン断ってんだよ、じゃあ。風俗店じゃねえのに。俺に教えてみろ被害者だろ、俺ら。<laughs> 友達。ストソバ、末期のヘキサゴン。<laughs> 俺ヘキサゴン知らないんだけどさ。末期のヘキサゴンってどういうクビだったのシンスケの操り人形みたいな。クイズ番組じゃないのクイズはほとんどやってなかったんだ。バラエティ番組になってたんだ、最後は。ヘキサゴンファミリー。まあでもなんか、そういうの好きなやついるもんな 住み分けられてんだろうね。まあ、ただのクイズ番組なんてもう面白くないしね。俺ヘキサゴン世代だけどヘキサゴンなんて見てなかった。俺が二十歳ぐらいの時じゃない島田晋介おもろいなと思って見てたけど、ヘキサゴンはつまんねえなって思ってたから、見てなかった。あの、松進とかめっちゃ見てたよ。おもろくて。雑談番組。なんか露骨に手抜くんだもん。つまんねえやつと絡んでる時の島田晋介って露骨に手抜くよ。こいつら別におもんな、面白くねえし、みたいな。 松本人達と喋ってる時はめちゃくちゃおもろい。ちゃんと面白いこと言う。素敵やんしか言わないんだもん。めちゃめちゃ素敵やんしか言わないじゃん。松真の松本のボケ、新介全然笑ってなかった。あの。いや、あれはああいう突っ込み方なんじゃないの俺わかんないけど。<laughs> 何を言うとんのお前。みたいな。ねえ、竜介と新介ってどっちがボケ多分新介ボケだよね。いや多分ね、し島田新介ってもともとはボケだと思うんだよね。 で、龍介が、ツッコミ。で、そっち側に回る時の島田晋介、ちょっと照れてて可愛いんだよ、なんか。松本の人たちが重きそぼけてるのに。なんか、これ、これで、これで済ます晋介を見て、俺は、うん、うん、それでいいんだ。晋介、それでいいんだって。中学校の時俺は、それでいいんだ。お前は、それでいいんだって。してた記憶があるね。できないことはちゃんとしない、みたいな。 隆介 <laughs> はランジャタイで言うところの伊藤だから。たぶん隆介も知らねえし、ランジャタイというところの伊藤も知らないと思う。島田に会ったことある <laughs>。島田晋介こと島田って言うんだもん。もう晋介って言ってくんないわかんねえよ。島田って言われても。島田晋介知らないかみんな。そっかもういなくなってから15年くらい経つっけおもろかったよ。神岡、神岡龍太郎神岡龍之介と、島田晋介や面白かった。すげえ。何やってんだろうね、今ね。もう70近くなんじゃない ハワイに住んでんだ。へえ。<laughs> ゴルフやってんだ。神岡レータル死んじゃったよね。つい、つい最近じゃないここ1年くらいだよね。島田紳介、ハワイで女と悠々自適に生活してる。そう幸せやん素敵やんお前に、今までずっと素敵やん素敵やんって言ってたじゃん。俺言ってやるよ素敵やんそんな人生。めっちゃ。言われる側になったのかめっちゃ素敵やし、ええー、やん。<laughs> 言ってあげたよね。 シーめっちゃ素敵やし、ええやん。これ誰か届けてくんないあの関係者の皆さん。お友達もいるでしょ素敵やし、ええやん。<laughs> ちなみに女も複数人います。素敵やんちなみにもう今年に入ってハワイから大阪に戻ってきたら、まあ悠々自適な。まあいいんじゃないでも,もうね、若く、若い頃から山ほど金を貯めてな、60ぐらいでやめて、別に芸能人でもないから叩かれることもなく。 ハワイ旅行行くのに節約のためホテルで自炊する人が今,今賛否両論出てるけどどう思いう意味がわかんないけど、ホテルで自炊するのは何がいけないのお前そんな金持ってねえのにハワイなんか行くんじゃねえよってこと何がいけないんだろうな。別にいいじゃんね。素敵やん。ハワイに米とかパスタを持っていくらしい <laughs>。せっかくハワイに行くんだから、お前なんかそんなせせこましいことすんじゃねえよみたいな。ケチつけんなよ、そんなの。どうでもいいだろう。コンドミニアムとか借りて、そこで自炊を、 ハワイってめちゃくちゃ物価高いからってことかそんなやついっぱいあるけどね貧乏旅行しようみたいなやつおしっこしてくるねよいしょういーしどうもーあいたいたいた,いたおじさんになっちゃいましたすっかりジャスパーが韓国でロールのせか最高ランクになるまで1か月間缶詰企画やるのか知ってたか分かんな、ね、い で、それ終わった後、うちに、うちでさ、1ヶ月間さ、うちの地下室で缶詰めで俺に愛子するっていう企画やんない同じぐらい厳しいよ。でもさ、ロルのさ、韓国サーバーって、めっちゃ、厳しそうじゃないやばい日本とは比べ物にならないぐらいレベル高いかつては日本サーバーのダイヤ隊が韓国のシルバー隊って言われてさ、そんなレベルなので、もともとあいつロルのプロだったんだよね。韓国サーバーで最高ランクに行けば一生飯食っていけるって言われてるレベル そんなレベル高いの韓国サバでダイヤ行ったらマスター履歴書書いていいね <laughs> え。えダイヤの上は何それはないでしょダイヤの上はマスターで、マスターの上はグラマスグラマスはトップ500人とかグラマスの上がいるのえマスターの上にグランドマスターっていうランクがあって、その上にチャレンジャーっていうトップ500人もうそのチャレンジャーはやばい。じゃあ。 全員プロみたいな感じ日本人で韓国サーバーでチャレンジャーになってたやつっていないのいるんだそれはもう何通用してるの海外でやってんのそれでも通用しないの韓国の女の子がロールのダイヤまで行ってる男は地雷って言ってるレベル。もうロールしかやってないやつが、そんなレベル違うんだじゃあちょっとジャスパー頑張ってほしいな。チャレンジャーとまではいかないけど、グラマスぐらいまで行ってほしいね。みんなの見立て的には厳しいぶっちゃけ。 ごめん、俺ジャスパーのロールのレベルを知らないんだけど、結構、もう本当に厳しいんだ。じゃあ頑張ってほしいな。他人の意見を聞かずに。マジで無理なんだ。グラマスまで行って帰ってきたら英雄っていうレベルなんだ。お前がバロで大影響なもんだ。<laughs> なんかでも、すっごいめちゃくちゃ頑張ればめちゃくちゃ頑張ればいけそうじゃない俺がレディアントになるレベルみたいな感じ絶対無理じゃん。そのレベルなんだ。 エビーっていう日本のレジェンドが韓国サバチャレンジャー何回か行ってるけどヨーロッパのチーム行ってほぼ1年通用しないあのさ何あのゲームってさちょっと一見さ子供がやるようなさ感じのゲームじゃんちょっとキャラクターもちっちゃくて可愛くてわちゃわちゃみたいなおそらくなんかすごい手数の多いじゃんけんをしていくんじゃないのこのキャラにはこれ合わせるこのキャラにはこれ合わせるじゃないのですキャラクター100人ぐらいいるじゃん1チーム何人なの ?1 チーム5人なんだ その5人からどのキャラを変えながらみたいな。FPS じゃないよ、オーバーウォッチみたいな。な、なんでそんな差が生まれるのエイムが、は、必要ないじゃん。じゃ、わかりやすいじゃんだ FPS だったらエイムとかさ、わかるじゃん。ロールは何が、何で、頭なの頭なんだ。エイム必要なの <laughs> エイム必要ないじゃん。あの、なんか、ポッピンと押したらさ、そこにキャラクターがバーッと走ってて、ボコンって殴るとかじゃないのあれ。エイムもいるのいるんだ。 あの、じゃあ、競技性もすごいんだね。マウスの繊細な動きとかが必要なんだ、こういう。あんなね、可愛らしいキャラクターが動いてるのに。じゃあもう、その一番はフェイカーなの。レジェンド。もう、やってる人からすれば、もう絶対的な一番、ね、でもさ、うおーみたいなプレイってあるのバロだったらあるじゃん。あるんだ。知ってる人が見たら、うわ何このプレイみたいなのあんの 俺、ザカセン見てた時にさ、会場がうわーって湧いてたんだけど、何しとんこいつらわかんなかったのね。<laughs> なんか、ドラゴンが出てきて、うーみたいな。なんかやってたんだけど、何しとんこれって。あるんだ。ね、兵役免除されてるって相当じゃん。レジェンドなんだ。しかもまだ若いでしょ、フェイカー。あ、28なんだ。へー。意外と年取ってんな。この前、準優勝した19歳の韓国のプロは6歳から毎日やってた時。<laughs> やば。俺が鬼ごっことかして、遊んでる時からもう、ロルやってたんだ。英才教育なんだね。いや、ジャスパーちょっと頑張れよ。なんか日本人のさ、からも出てほしいじゃん。ロルの家庭教師がいるんだ。ジェシー・バッシュの息子はお前よりバラのランク高い。おい、ちょっと待て。ジェシー・バッシュって歳いくつだよ。俺、俺ちょっとしたぐらいだろ。子供何歳なの 俺と、俺、俺と 1V1 させろ。ジェシー・バッシュの息子バー加ス・バッシュ。ジェシー・バッシュ34歳息子何歳なの息子は10歳でアセンダント、もう、すごいじゃんじゃあ、すごいじゃんプロじゃんもう将来。犯人なの川島は、ロールを500以上、500試合以上プレイして、13万人中で最下位ランクになったと、試 <laughs> 合に罰金も発生した。<laughs> あの人、地獄のネタなんでしょいやスナイプされまくってんだ。 <laughs> あでもそれはなんか面白いじゃんフェイカーのプレイ画面メール送りましたし見てみようぜそんな素人の俺にも分かるようなプレイしてんだろうないや絶対分かんないよ俺マジでルール分かんないもんいやなんか目悪くなりそうごめん分かんない、ね、な,な,な何してんのこれこ,こ,このレベルでこうやってやってんの味方の戦況を見てるんだ そういう,うに自分だけじゃなくて、味方を生かすみたいな IGL 的な役割もいるんだね。も俺も息が長いよなもう10年ぐらいやってんじゃない何がそうさせるんだろうね。日本で流行ってないよね、マジでね。ただ日本って今さ、何が流行ってんのバロなんか圧倒的に流行ってるみたいなゲームないよね。エ p e ックスもまだ流行ってるかな昔のエ p e ックスやばかったよね、そうやって考えるとね。 パブ G からのエイペックスは我々を支えたな、本当に。あ、スト6か。あと。スト6。ちょうどジャパンエイボンも今日やってるんじゃない日本人残ってるかけるが残ってるんだ。え、竜吉ってあの竜吉あの15歳から竜使ってたやつでしょええー、順調に成長してるんだ。ええー、そんな育ってんだ竜吉。すごー今何歳になったの ?28! う、ちょ、ちょっと待ってね、嘘でしょ <laughs> ね、ま、嘘だよね龍吉って15歳だよねまだ。嘘でしょ俺がそんなに年を取ったってことまあ、言って22歳かなって思ってたんだけど。え、龍吉だって15歳だったよ。すごい中学生がいるぞ、みたいな。まって、川野何歳今。川野21に川野25も <laughs> マジかよ。とれ俺も年を取るだろう。 さっきガイル対 JP でガイルが3-0で勝ってたナイス。そういう JP 攻略本を出していけ。どんどん。ちなみにガイル今クソ強くて嫌われてます。バレたんだ。JP が弱体化される中、どうされたろ地上戦ガイル強すぎだろって。言われてんでしょう。ソニックの後の隙なさすぎだよってバレ、バレ始めてる。バラすんじゃねえよ。そんなこと言ったらチュンリーからまずナーフしていこうぜ。なあ。チュンリー、キャミー、ガイルだろ。 どうせ、やってる感じ。ルークはいいおいちげ、多分ルークの方が強いけどガイルの方がうぜえからガイルが諦めてるだけだ、絶対。本 <laughs> 当のことを教えてくれ。ルークの方が強いけど、まあ、こいつは正々堂々だしな。みたいな感じだから、やっててつまんねえガイルをナーフしようとしてんだろう。お前らやってることいじめだよ。お前らがやってることって。絶対ルークの方が強いからね。 じゃあ、お前らもガイル使えばいいじゃん。ガイル強えと盛り上がるんだよ、かっけえから。髪型もなんかクソいいし、こうやってビヨーンつって。ガイル使えよ。見てて面白いんだよ、ガイル。俺は。ホンダ使ってるとガイルに何もできない。ちょ、ざま使わなきゃよくないホンダざまじゃん。ガイルはうざいというか戦っているというかもんない。最高じゃん。お前らおもんないでしょ。使ってるやつは楽しいんだから使えばいいじゃん、じゃん。 なんで相手のこと考えておもろくしなきゃいけねいんだよ。ガイル地蔵じゃん使って楽しいの使って楽しい。さまーって思いながら。でも絶対に JP がいたおかげでガイルは叩かれてなかったのに、<laughs> JP の次はガイルですかなんか女子中学生のいじめみたいだね。そうやってなんか、あれなんだね。やだ、ねえマイノリティを排除していくんだね。じゃんけんしてないよ、じゃあ。じゃあ。<laughs> ルークと JP が終わったらガイルと DJ だよ <laughs>。 <laughs> そんなこと言ったら、常にさ、誰、じゃ、次、次、チュンリーとキャミーじゃん。じゃ、次は。誰かを弱くするんじゃなくて、誰かを強くしろや。ホンダの頭からなんか、だから、ホンダのちょんまげ伸ばせよじゃん、こうやって。いいよ。許可するよ。ソニックブームと同じタイミングでよ、あの、ゴエモンのさ、あれみてにさ、伸ばせばいいじゃん。強化していいよ、ホンダ。ダルシムとかぶるじゃないか。ダルシムは手が伸びるじゃん。ホンダは曲げが伸びる。 その調整って難しいだろうな。でも今ってまあ、ぼちぼちバランスいいんじゃないの俺あんま組織ッやってないか分かんないけど、見ててもなんかバランス良さそうだなと思うんだけど、いろんなキャラクターもいて、まあぼちぼちはいいんだ。国立競技場って音響クソなんですけど、いやクソでしょ。そりゃ。だって、スタジアムとかさ、あの、アリーナとかに比べたらさ、音楽をする場所じゃないからね。その場を楽しむ場所じゃん。シャカワ・ミルーしながらマリーザ以外の全てのキャラをケしてさ、<laughs> そう自分が使ってるキャラ以外はさ、 嫌じゃん俺だ、吉永がルーク使ってるせいで吉永と連絡取ってないんだ今。自分のキャラリ外ガーは敵だから。そりゃそうでしょ。俺ちなみに今一番ナーフしてほしいのザンギエフだよ。ザンギエフナーフしようぜ。いらねえだろ、あいつ。ザンギーナーフしてっつたら俺もやる。ザンギーナーフしよう。うぜ。スクリューな、スクリューいらねえ。スクリュー、取ってほしい。腹立つ。<laughs> 歩くだけでいい。プロレスラーなんだから歩、歩いてきてほしい。 残機で使っても使われても思わないし、消してもいいと思う。<laughs> だ一人ずつ消していこうぜ。じゃ、あまず残機消して。誰消すやつ。残機消す。ブランカはやってたらおもろいから残そう。ホンダ、いいよ、ホンダ消す。あとは。ルークも消す。ま、ずマノン消そう残機とマノン消そうまず。勝てないから。残機とマノンに。駒投げ系全員消してほしい。<laughs> マノンマジで勝てなかったら意味わかんねえ、あいつなんか。 あ風の、風の勢いを感じるってやつ、縄跳びしてるやつ。あいつよくわかんねえから、やめてほしい。風のすごい、この風の力はすごいってやつ。縄跳びしてるやつはな、舐めてるから。だからもう三人だけに、竜と剣とガイルだけだろ。その三人でけ、もう死を消そう。<laughs> バルログ来そう。<laughs> バルログ早く出てほしいな。<laughs> 早くしないと、早くバルログ来てくんないとガイルが叩かれるから、早く来てよ。ねえ。カブコさん次バルログ入れましょう。 早くバルログが来ないと、ガイルがナーフされる。ゴーキの映像見てない。でも、ゴーキっていいキャラじゃん。強いけど、体力少ないとかでしょ。そんな感じじゃないいつも毎度毎度。でも、あんだけ攻めが強いゲームでさ、体力少なかったら、ゴーキ大丈夫なのかなちょゴーキのあれみトラッカー見ようぜ。盛り上がるんじゃないまた。<ー> モンハン見てえ、号機つけたね、なんかねアシュラセンクあるかなあえぇあれあるんだ強そうじゃんなんかうんあでもなんかラッシュあんま強くなさそうじゃない遅くね中断だからかおーすげえうわそれあるんだもうそれダメだよ アシュラ戦空やだー中国札はうんーああった <noise> だってみんな使うだろうな時戸さんに使ってほしいなやっぱ <laughs> まあまあ俺はやらないんですけど <laughs> <laughs> やっぱ見たいじゃん。そういう強い人が使ってるの。しかもやるにしても俺、号機使えないんで、同義キャラ使えないんで、俺。あ結局ガイルしか使えないんで。俺。そのラッシュとかまだわかんないんで、俺も中圧、中足ラッシュとかして、してみたいんですけど。てか、龍吉もう28になるんだ。やべえな18ぐらいかと思ってた、俺。しかも結婚して子供もいる。かけるくんって何使ってんの ?JP だっけ 格芸説なんであんなに聞こえちゃおいんだ。いや、じじいだからしよ一般的にはね、30ぐらいでみんな結婚したりするからね。一般的にはね。かけるは JP だけど豪気に乗り換えるって、え全然転身だけど大丈夫なのかな愛があるんだ。ま、変わんねえか。そのレベルまで行っちゃったら。アスト5はリュウ使ってたんだ。どうせ強えだろうな。かけるはリュウもちょろっと触って1位取ってやめす。な、なにそれ え、梅原さんも号気になるのへえ、ー。剣だよね、今ね。梅原さんガイル使いってよ。剣ってあんま強くないんだ。弱くはない。誰がさ、ね、ラシードはそれこそ。ガチ君ラシードでね。めっちゃ勝ったじゃん。ラシードは。なんかラシードチュンリーはめっちゃむずいってイメージがあるんだよな。ちょっとわからん殺しみたいなところあるのソーシャンケイスケはずっとホンダ使ってる <laughs>。 <laughs> ケースケさん、なんか、MR2000 ぐらいあるって言ってなかったっけ、まあ、言って、そんなそこらのストリーマーには負けないでしょタイジとかしか勝てないでしょえ、エボ97位だったんだ。へえー、すご。タイジは魔の日4日で MR2000 ってたお前もうや、やるな、お前もう。な。やるな。しばらく。パープルも半年で、俺が28年。パープル94年。パープル94。 実況パワフルプロ野球山本正宏が、ね、前世紀の時から俺はずーっとコツコツやってて、あいつ半年でプロになった。30年前です。30年前。マノンで50連勝してた。<laughs> まあでもあいつに俺の走塁の意識があればもっと上行けただろうね。胎児って結局操作が上手いだけで、意識の部分でやっぱ勝てないのね。 で本当にコーチングしてあげたいんだけど、俺が、パッドのコーチング受けて、胎児には、総類の意識。あいつにもうちょっと総類の意識があれば、それずっと言われてるでしょ。教えてあげたい。ホームランばっかり打ってたもん、ま、2000、暗黒時代の巨人になっちゃうぜ。俺、総類の意識えぐいよ。マジで。あいつでもね、そういうのを無に消すほど操作が上手いのね。卑怯者なの。操作が上手くて、ずるい。意識だけだったら絶対俺の方が強いのね。 あいつ操作がシンプルに上手い。卑怯じゃん、そんなの。<laughs> あいつは上手いだけ。そう、あいつは上手いだけなんだよ。あいつ上手いだけじゃん、結局。地域にも言えること、言えることだけど。上手いだけじゃん。意識。総類の。ちょなんとかして、俺に有利なパープルやりてえな。俺に有利なパープルないからなんか。ねえ。そうだよ。俺、ロックオン5でやらせろよ。 お前だってさ、ロックオン5みたいな操作してくんだから、俺だってロックオン5で、それだったらいいやるよ。俺ロックオン5でやらせろよ。変化球表示あり。<laughs> やだ。それは俺最後のプライドだから。俺ロックオン 5vs 大事で、あいつ巨人でしょいや、巨人対決やろうよ。マジで。それだったら多分、ちょうど性能的には同じじゃん。で、人間、あの、 藤井聡太 vs AI みたいな感じで、なった時に、じゃあ何を勝敗分けるかと教えてあげようか。意識。そこで初めて俺の、あ、本当にうんこちゃんは総流の意識が高いんだなって。俺はただのショートゴールでも全力で LR 連打するし、どうせあれでしょあいつライトマンヒットとかパーンって打ったら、まあ連打はある程度するけど、一塁止まるでしょ俺次の塁を狙う意識、マジ、俺、ギリギリまでオーバーランするからね。こうやって。で、ズザーって戻る。 マジで総流の意識がエグいよ。大事が総流の意識見せてきたらお前やないよりは何を言うか。いや、あいつが総流の意識見せてきたら俺は、さらに総流の意識、さらなる。まだ、そのパワープロやってるやつには、わかんない、もう、もう一個上の総流の意識があるのね。じゃ俺総流だけだったらマジ日本で一番上手い。いやちょっと俺の <laughs>、俺<の>、<laughs> 一回俺の総流の意識見てくんないこれネタだと思ってるでしょエグいよ。い本当にエグいよ。 しびるで。いやでも結局さ、上手い奴が勝つんだもん。意識では俺の方が勝ってんのに、それが納得できないんだよね。なんでさ、俺の方が努力してさ、ロックオンだとホームラン増えるからソウル、そう、それが超つまんねえよな。一郎が引退した時と同じ気持ち。最近は頭使って野けやってない。みんな。特にイジ俺みたいに、あの、頭使ってやってほしい。そんなんじゃダメだよ。一回打撃練習させてくんね。ちょっと。 いや、ごめん。走塁練習させて。<laughs> で、いる今までさ、あ、じゃあ今日はバ、バブラりまーすって言って、練習しますって言って、走塁練習したやついるちょ、ごめん。走塁練習させて、一回。で、走塁練習がねえんだ昔あっただろ見ろ、これお前、こいつ使わねえで、こいつ使ってんだぞ終わってんだろ。ちょよ人、弱え、し去人嘘だろ なんか俺の部屋暗くね。あ、俺じゃなくて世間が暗いのか。なるほど。すっかりおじいさんです。筋肉痛じゃない。四十肩。ねえ。おいじゅん、ゲイが見に来てやったぞ。ゲイ来たーゲイ来たー嬉しい。やっとゲイが来たな。久しぶりにひろゆき間近で見て老けてた。まあだって50だからね。ガイルのそばとリーチ減少するみたいですよ。 俺だけピンポイントにダメージ受けるじゃん、ソバット。あ、ソバットだこっちか。足の方か。2位だ、俺、俺が。2位強化してくんないか黒人さんとか、みんな馬鹿にするから、2位打たないでいいよって。反が翻そうぜ。いや、丸くなってるでしょ、ひろゆきさん。めちゃくちゃ。性格は変わってないな。繁盛の人間ドックについていったって声のでかいおじさんとお前が、なんか、類似点が多すぎるな。俺です。だって繁盛の周りに声がでかいおじさんと俺しかいないから。僕なんですよね。 <laughs> めちゃくちゃ悪口言われてた。なんでだよ、おい。そのおっさんめちゃくちゃ態度悪いってさ。<laughs> 意外とね、配信外だとそういうやつなんだよね、俺。意外と。意外とそういうとこある。タクシーの運転手とかに悪態つくところある。<laughs> うつ伏せです。何の話をしてたかわかんないけど。V のそばで寝そうやってたんだ、なんか。どんどん空いてたんじゃないのかわかんないけど。知らないけど、どういう状況か。 アベンマー、世界の果てにまるまる置いてきた第2弾放送決って、もうちょっとひどいところだ。<laughs> なんか、猿岩石のようになり始めてるね。プロレスファン会話でカット10が広がり始めてる。いいじゃん。藤田くんが広めてんだよ。プロレス支部だから。<laughs> じゃあ俺がゲイ支部な分かった。正式に。だ名前がいいもん。順々ワクワクだもん。お前正式にじゃあムラッシュゲーミングゲイ支部のリーダーな。どういう活動するかちょっと活動の内容を逐一報告して。 ゲイに広めろよ。カットジュン、お前が。頼んだよ。発展場にはしないでください。よろしくお願いします。見せブレれてたよね、なんか銭湯が発展場にされて、みたいな。ちょっとかわいそうだな。あれ、新宿のさ、俺がよく行ってたとこじゃないの鹿児島なんだ。全然違うわ。全然そういうの、まだゴロちゃんと付き合ってた頃に、そうとも知らずに行ってたよ、俺。 お前ね、配信つけてここよく行くんだよね、って言ってたら、お前そこゲイの発展場だぞ、みたいな。コメントがあった気がする。吉永が朝、ストロークの1800耐久配信したんだけど、コメ欄がが肝すぎるから配信切れば死ねって言ったじゃん <laughs> なんか。<laughs> どういう空気だったのひどいね、吉永にそんなこと言わせるのなんて。これやれや、下手くそみたいな。あ、ルーク批判がってこと 今、藤田高生と交争してる剣王っていうレスラーが藤田の情報収集をしにカットジェニーズ <laughs>。あ、なんかいいね。なんか新しい発想がなんか生まれてきた、俺。今。そういうプロモーションもあるのかって。藤田くんありがとう。剣王ありがとう。いいよ。うちでやって。うちでやっていいよ。いろいろ。場外乱と <laughs>。していいよ。何かがある場所、みたいな空気を作っていこう。 俺を人質に取っていいぞ、剣王が。てめえ、こいつ殺すぞ、みたいな。ふじは俺のことすごい好きだって言ってくれてるから、匂わせようぜ。東海市が久々にツ <laughs> イートしたぞ。<laughs> 今日なんか時代が動き始めてるね。吉生が切れたり、繁盛の周りになんか謎のおじさんが出入りしていたり、これがうねりか。お前も見たって過去にさ、やれば。 <laughs> じゃあ、めっちゃ安、気の、優しそうなおじさんだわ。なんか、あ何の友達だったって言ってたけどな俺が深夜、西麻布かなんかあれだカードか。カードの友達か。ワンピースのカード友達。見た目役座だったらしい。<laughs> 絶対そんなことねえよ。ようなんか、入れ墨入れてるみたいな感じでしょ。でもあいつわかんねえからな友達の幅が広すぎてさそういう、 見た目いかつい友達とかもいそうじゃん。オタクからヤンキーまで全員友達みたいな。その状況となんか内容を知らないからわかんないけど。繁盛とその連れのおじさんが健康診断で態度の悪さを暴露されて燃えてるんですけどう思いますか内容を知らない。それが、そのおじさんがなんか、変なことしたってこと繁盛が病院でここ段取り悪くなっていったらしいけど、お前信じない,信じない。<laughs> そんなこと言わねえもん、あいつ。<laughs> 信じない。まずあいつ段取りっていう言葉を知らないと思う。 段取りとか言うやつ聞いたことない。っていうデマを流されて昨日の配信できいてた。<laughs> なんかあいつそういう言い回ししないんだよな。あい、俺顔見たらわかんの。人間って顔に出るじゃん。犯盛ってめっちゃ顔に出るから。言葉に出ないだつて顔に出んのね。あ無許可配信したせいでやりかねないと思われてるのがなるほどね。そういうことしちゃうんじゃないか、みたいな。 その話題を出す視聴者に対しても裏切られた気分だってないあいつい、なんかあいつ、意外とちゃんと、普通だよね。だ俺もでも流されることあるけど、いやいや、みんな信じないでしょ、つって流すので、ね。ちゃんとしてないことはしてない。してることはしてるっていうのかな。お前もそうだけど、健康診断なんてものを動画にするからやや,しや,やこしいことだって、俺ややこしになってないよ、俺。で、院長友達なんだもん。俺、た田やん病院の。別に病院に全く迷惑かけてないでしょ。いや、住所なんて別に俺、自分の、自分だけでなんともなるじゃん。 引っ越せばいいじゃん、俺。な、別にそれ以外でも出るでしょ。謎のおじさんについて濁すのかいす、ええす別になんかマネージャーとかいいんじゃねえの知らねえよ。なんだ、謎のおじさんって俺聞いてやろうか、じゃあ今度。お前謎のおじさん誰だよって。絶対大したことないから。僕ももう繁盛と家族今そんな時に謎のおじさんがいたって言ってた。気になる誰なんだ、謎のおじさんは。一体。 好きだね、みんな、そういう、なんか、都市伝説みたいなの。絶対、ただの、マネージャーとか友達だって。<laughs> なん十期律は裁判考えてるし。ゃん <laughs> 謎のおじさんを守る裁判。あ、なんかさ、熱動流すんじゃねえよ、みたいな。うんこちゃんは一人でキャバクラだからフロアで飲んで出たことをキャバクラ好きの一般人にバ露ラされてて、性欲ないふりして気まくってる朝倉みくると比べて男らしいって謎に褒められてたこと。<laughs> いや、俺ら言ってるよって言ってんじゃん。俺自分の口から言ってんじゃねえかよ。 なんでそれでさ、あいつ言ってるらしいぞって、いや、言ってるよって俺言ってんじゃん。しかもあれだって俺、あの、個室じゃなくて、平場で堂々としてるってこうやって、言ってるって言ってんだろ。写真も撮ってるっつってんだろ。しかもツイッター上げていいよっつってるもん俺。カトさんですよね。はい。写真撮ってもいいですかおはいって。これツイッター上げてもいいですかおはいっつって。<laughs> なんで <laughs>、言ってるっつってんだろ。なんで言ってるって俺が言ってんのにさ。 裁判起こせようかな、俺も。世間に対して。悪いことしてねえよ。なんでそんな隠,隠れてこそこしなきゃいけないんだよ。しかも、ガーハーハーハハって笑い方してたって謎の情報もつけておもろかった。おもろいこと言う女なんだよ。そのなんか俺がよく一緒に飲む女が、まあ年結構取ってんだけど、まあ、顔は可愛いのにすごい。すっげえ顔可愛いのに、 だから最近人気がないみたいな話で、なんでさ、耳が聞こえないっつって、<laughs> おばさんになってきて耳が聞こえなくなって、戦えなくなってきてるって言うから、わかって時かを、戦えるときは今日は俺がシャンパン入れたやろってもシャンパン入れただけだよ。耳聞こえなくなってきてるだおばちゃんになってきて。若い女が対等してきて、お前可愛いのになんで人気えんだよって聞いたら、いやもう最近、トークも刺さらないし耳も聞こえないって言って、ね、お前おもれいこと言うな、っつって。耳聞こえなくなってきてる。おもれ女だろう、俺もれ女好きだから。 それおじさんによくやるおばさん商法だよ。いや俺まさかおばさん商法に刺さってんの腕あるね、じゃあ。引っかかってるじゃん。そのおばさんと三盛のおじさんのトーク来た。コラボしてもらおう。俺の指名してるおばさんキャバクラジオバーサス、繁盛の後ろにいる謎のおじさんのクロストークちょっと。どっちがおもろいか。多分おもろいからあいつも一緒にいるんだろう。う俺もおもろいから一緒にいるから。ポケモンみたいにさ、君に決めたって出してさ、やろうぜ、そういう。 身近にいるおもろいおじさんおばさん対決。おもれえぜ俺の飲んでるおばさん。ラップ対決。向こうも謎のおばさんと飯食ってるところ目撃されたけど、お母さんと対してさ、おばさんだね、多分ね。じゃあ。繁盛おじさんについて一緒に人間ドック受けれないからとか意味不見ないように <laughs> まあでもそういうなんかちっちゃいあれでよかった女殴ったとかだったら悲しいから。真実は闇の中に。 繁盛にリプ飛ばしてたのその病院の職員で、だったらその病院の職員もあんま良くねえな。違うんだ。それは違うんだ。ん絶対に NG だからさ。病院関係者が、その患者さんとか来た人の、それは絶対 NG だから。お前のツイートのリプランでよっちゃんとお前の姉が公開でやりとりしてる。どれ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 。イチャイチャしてんじゃねえよ、人の姉と。いつの話ひろゆきの動画のツイート く、速攻で見たぜ。クソいい対談だと思いました。お疲れ様や。よっちゃん、本当の友達だね。愛情を感じる。あれだけ思春期一緒に過ごしてたもんね。いつもありがとう。とんでもですよ姉子のお子ちゃん、クソ可愛くて良い子だったんで、地元でも蹴った時にでも、うちのせがれと遊んでやってください。ちょ、あの、防臭弁がひどすぎてさ、なん、ははは。 <laughs> とんでもねっ,っすよ姉子のお子ちゃんクソ可愛い良い子だったんで地元でも蹴った時にでもうちのせがれと遊んでやってください。あとカット順予役してまたいけすイケメンにしてもらわんとならんので。 ぜひ、子供連れて遊んで、てかさ、姉子マジ嫌だわ。高校まで同じだったのに、何かあっても注意したり、尊敬し合ったり、応援したり、喜んだりさ、冷たくしたり、全部が親友じゃ,なきゃできない。いつもありがとう。大丈夫っす。姉子呼びはここだけっす。プライベートはきちのと前で呼ぶっす。俺こそ、十には親友しかできないこと伝えてもらってるんで、感謝を一言で、切れんっす。隣やら行った時に民があったら、十二たちと一緒に飯行いようにお疲れ様でした、ね。で、めちゃくちゃ、ね、みが長い。もうブロックするわ、こいつ、うぜえから。邪魔。普通にブロックするわ。普通にブロックするわ、マジで。 普通にブロックするわ。よっちゃん。ブロックした。初めて。あやなんとよっちゃんだけ俺ブロックしてんの。二人ともブロックするわ。仲良しなんだよ。お <laughs> 前ブロック解除できるのかできない <laughs>。やり方を教えおていて。最近、ブロックの仕方分かったけど、ブロックの解除の仕方が分かんない。加藤純一の好きな人と話したいで、ゲスト加藤純一のおかいや、俺、俺自身に聞きたいことあ。過去の自分が未来の自分に語りかけてる。 死ないかな俺が答えてやるのに。お前はこうなってるぞ、つって。未来の自分に今語りかけるのじゃ何年後どうせなんとかなんでしょうって。10年後は吉井は俺待てないもん。コンビニから出てすぐご飯食べるタイプの人間だもん。俺の周りで経済を回すって昔言ってました。じゃあすげえじゃん。なってるじゃん。なってるじゃん。すごいじゃん。あ、キングスリーグの動画近々見せるよ。今なんか、調整中。 動画っつってもなんか別にそんな大したことないんだけどさ。ルール的、ルール的な。日程とルール。じゃ、PK から送られてきた動画はも15秒くらいだよ。なんか向こう送ってくれたからせっかくだから紹介しようかなピケ PK の練習は、足怪我してるから、今。6日に組み合わせ抽選会やるって PK が言ってた日本時間の朝7時ね。俺も出るよ、ちなみに。その時差があってさ、いつも俺朝なので。この前は朝5時。今回は朝7時。最高でしょどうなることやら。 久々にツイッターのブロックリスト、いやいや、あやなんてヨッチャンだけだってガチで。今日人類二人目のブロックをしたよ。見せるよって本当だよで。ツイッターとかもそう見んのでどうやってブロックリスト見るっけ設定とプライバシー。歯車マークな、危れ。いや、俺もついでにヨッチャンのブロック解除したいから。<laughs> 落ち着くねプライバシーと安全。ミュートとブロック。ブロックしてるアカウント。 あやなんと、なんかこれ,れ広告で出てくるやつ全部ブロックするのでは <laughs>。あの別に俺キャプツバアンチじゃないよ。あまりにも広告出てきたからブロックしただけで、キャプツバアンチじゃないからね、にっちゃんだけ。それだけ許して。これ本当にキャプツバアンチじゃないんだよ、俺。で、あやなんが一番下にいたでしょ。あいつから俺のブロック人生始まったの。広告だけで3万以上ブロックしてますよ。<laughs> その時間合わせたらお前なんか、ぼちぼちの資格取れそうだな。手動で3万件、 ブロックするってことでしょすごいね。お前よっちゃんとまっちゃんだけフォローしないのマジでせぇか。いや別に、フォローしねえやんあんな奴じゃん。別だって連絡取れるんだもん。なんで連絡取れるのにさ、ツイッターの相互フォローより LINE のやり取りの方が仲良くない一個上にいるからフォローしてないんだよ別に。そんな薄っぺらい関係じゃないじゃん。すごいもっと上にいるじゃん。恥ずかしいじゃん、なんかちょっと。あんましないよ。だってなめちゃくちゃ仲良い,い。 配信者いるけど、フォローしてないよ、俺。あのー、仕事とかであったら、フォローするって。天狗ちゃんとかツイッター見たこともねでも、繁盛の変、後ろにいる変なおじさんをフォローしようかな。気になるし。あ、配信者パチスロ大会6月にやる。俺が帰ってきたらやる。いろいろ決まった。誰出るいや、それは、こういう人がいいなっていう案を出して、今、やってくれてる。調整してくれてる。<laughs> 絶対、大庭いますやん。 いたっけなそう、時間もちょっとね。いや、俺なんか、あの、汚い話すると、自分の金でやりたくて。<laughs> 24時スタートで、もう面白いんだよ。でも、あの、金が失われていくっていう、遊戯させていただきたくて。できれば。熱くなりたくてさ。多分、時間内にやると思う。いや、自腹でやんなきゃおもろくねえだろ。で、勝ったら、あの、普通に、 なぜかみんなが歩いていく方向に俺も、やっぱ日本人ってそういうとこあるじゃん。え、なんでみんなこっから向こうに歩いていくんだろうってついては行く。一応ね。あれなんでだろうね。みんな行くから俺もついていく。<laughs> なんでお前以外の配信者って企画考えたりしての、お前が見てないだけで企画今日もなんかやってんだろ。みんなやってるよな。お前に届いてないだけで。そう、バスケットのゴールのやつ、答え出たよ。俺ずっと気になってたんだよ。なんか動画でチラッと見て、シャキール・オニール。 んシャキール・オニールっていうのシャック・オニールってやつがダンクして、ガシャーンと壊してて、いやいや、これ試合になりませんやんって思ったのね。壊さないでと思ったの。いや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 、試合中だよって。で、そ,その後どうなったかは誰も教えてくれなかったので、ね、その動画では。ど、な、どうなるんだろうって。ずっと考えてて、あ、じゃあ視聴者に聞けばいいやって。帰るらしい。ウィーンって次のゴールが <laughs>、出てくるらしい。 ロケット鉛筆みたいに、すごくない移動するんだって、ウィーンって。もう壊したら勝ちみたいなさ、国ニくんのバスケットみたいに、あの、敵のゴールぶっ壊したら、<laughs> 勝ちみたいな、感じなのかなと思った。また一つ賢くなってしまった。お前他人の企画にはあんまり参加しないけど、マ、ま、ダミスはめちゃくちゃ参加する。なんで、マ、ま、ダミスめちゃくちゃおもろいから。めちゃくちゃおもろいから、率先して。そういう理由。 よちゃんが言い出したらしい若者 vs gg のバラを参加する。なんか、連絡来たけど、あ、じゃあなんか企画決まったら教えてって言って以降連絡がない。しかもブロックしたから、もう俺に連絡が来ることはない。<laughs> まだメンバー調整中らしい。いや、絶対、めちゃくちゃいつもの面々だったよ。めちゃくちゃいつものメンバー。全せ然せワクワクしない。みんなが適当に言ってみて。それ正解だから。 俺も暴露していくわ。リーグしていくわ。言って、言ってみて。どうせこいつら、鬼、あ、正解。あとは、繁盛正解。黒人さん正解。優太正解。ね、もう全員正解でしょ打席正解。俺。もう正解。その辺を考えてるらしい。あと繁盛の謎のおじさん。初めてそこで戦いが見れるよね。俺が指名してるおばさんキャバクラジオと繁盛が、の後ろにいる謎のおじさんが同じチーム。あと黒人さん。黒人さんだったら回せるから、そういうメンツでも。 天地 <laughs> ム子供いたらしいけど父親だったりするしません。あ、きめえよな。なんか、俺天地ムのお父さん知ってるけど、みたいな。見たよ。たまたまさ、流れてきたさ、お、お医者さんお医者さんの実業家みたいなやつが、僕知ってますけど。だからなんだよ。クソきめえよな。そういうやつ。聞いてねえよ。ちょっとご飯届いたか見るね。わー届いた今日のご飯は中華です。雨なのに届けてくれてありがとう。 ありがとう。チップあげるわけねえだろうがんで俺の金を払わなきゃいけねえんだよ。意味わかんねえだろ。かん、よこせ。なんでチップあげなきゃいけないのつってあげねえかんな。なにこの銀紙に包む優しさ。ねえ。冷めないようにお前って犬、猫、奥さん、自分とかの犬の優先度つけてるのごめん。例えば、地震とかでガシャンって家が崩れかけてる。やばいまだ、奥さんと、 猫と犬が取り残されてるでも俺は逃げるってなると思う。俺は自分を一番守らなきゃいけないから。優先順位は俺。ただし子供ができたら子供が一番。明確に決めてる。死んでもいいと思うと思う。<laughs> もう40になるぞ <coughs>。やべえよな。俺死ぬんだって思った。俺も。俺も死ぬのって。俺も俺が死ぬとは思えないんだけど、どうやら俺も死ぬらしい。でも俺だけじゃねえからな、死ぬのは。平等でいいわ。 だけど、順番通り死んでいきたいね。まず、打足が死んで、緑さんが死んで、黒人さんが死んで、次に俺死にたい。で、もご、ゆうたが死んで、モゴが死んで。河川夫婦とか見てても、お前の家族しらけてんな。どんな感じケイチさんの奥さんがソムちゃん。釈迦の奥さんがゴリラ。河川さんの奥さんは何あやちゃんじゃあ今度あれやろうぜ。あの、自分の奥さんを、ブレイキングダウンさせる企画やろうぜ。セコンドは、 セコンと旦那。俺とサチコ殴られてて笑っちゃうから、俺一番強い、うちが。クソ話、お前、めちゃくちゃやられてるやんみたいな感じで。強えし。168センチで、手足クソ長いから、あの、ま、あの、マシバみたいな、サチコのフリッカーパンチ見てよ。わ。俺サチコの前蹴りで、あの、襖二2枚吹っ飛んだことあるから、とっくみ合いの喧嘩しててこうやって、寝るなみたいな喧嘩してて、あいつが放った前蹴りで、うち、あの、柿の木坂が住んでた時にさ、 日本の構造じゃなくて、リビング開けたらすぐ玄関だったので、ね。で、こういう扉あったの。ガーッと開けたら、もうリビングがバーッと広がってる。と、この扉をバーンって突き破って、ガターンって言った時にちょうどオニアかなんかガチャッと入ってきて、加藤さん一体どうしたんですかってで、サッシがバーってきて、こいつ私に DV するんですって言って,て、誰も信じてもらえてなかった。俺がここで吹っ飛んで、誰も信じてなかった。強いよ。あやちゃん泣いちゃうんじゃないかな。 ね、マジですると社会よりは強いと思う。<laughs> 社会よりは強いと思う。いいよ、マッチアップでもいいよ。社会バーサス、サチコでもいいよ。<laughs> あやちゃん元ギャルだから強い。<laughs> サッちゃんヤンキーだからな配パイシーの妻が作った料理を旦那が当てられるからどううわめっちゃおもろそうでも俺絶対わかるよ。俺100%わかるよ。あの、同じ料理でも、100%わかるよ。チャーハンでも絶対わかる。絶対わかる。なんでわかるの わかんない。も絶対にわかる。料理って癖が出るからさ。それぞれの家庭の味ってあるじゃん。絶対にわかる。全員に蹴り入れてもらってサチコが出る気がわかります。絶対にわかる。あの時の前蹴り。だ前蹴りだったらわかる。それが爪を立ててここの肉をえぐってくれればわかる。あ、これ絶対サチコだ。本当に、あの時殴り合いの喧嘩したから、ね。<laughs> あの、テンチムとさ、あの、ブレイあの、ブレイキングダウンの、<laughs>

花の発作がつらそうだから膝の上で雑談すればなあ花ジュルニー <laughs> 死ぬのか花俺の膝の上で止まるんだ <laughs> かわいそうじゃないボケてしょんべんもできなくなっちまってなあ花気管虚脱になっちゃったの小型犬はみんななるらしいよ <laughs> <laughs> 発作しながらもそれ忘れないんだね、花さん。<laughs> 死ぬまで,でも、あれだよね。志村と同じタイプだよね。プロだから。5分ぐらい経つと止まるから見てて。でも最近ワンランクひどくなっちゃって、治療法もない。<わ>ああ、止まってきた。やめて、お前それやったら興奮してまた出るから。それやったら出るんだよ、お前。 寝なさい。今、緊急で動画回してるんですけど。ああ、止まってきた。よかった。よかった、よかった、よかった、ったそれやめてなの。出るから。ね、止まってくるでしょう。一人でいるとずーっと、えー、えー、っていうの。いや、もちろん病院には連れてってるよ。でもなんか治療できないって言われちゃった。できるんだけど、厳密に言うと。でも、完治は絶対にしないって。 上部の所、気管と下部の士管、両方ともぶっ潰りちゃってて、手術しても死ぬリスクの方が高いって。あと、この気管が潰れて息が止まるより先に、あなたの、話ちゃん心臓が大きくなってるから、あのー、そっちが先に持たないと思いますって言ってた。にゃ、止まってきたにゃ。ラジコンにするからな、お前が死んだら、中身全部くり抜いて、いい止まってきたね12歳だもん、もう。膝の上だと止まるの、発作は。 なんでだろうね落ち着くからかな愛<アイ> <laughs> 上向くからなるほど <laughs>。普段こうやって <laughs>、この気管が通りやすくなるから。マジでありそう。交換神経優位になると興奮して気管強奪を起こさーん。あ、こうやって膝の上に抱かれてると落ち着くから、副交換神経が優位になってきてってこと初めて花配信出したやつ見たい。2013年じゃないかな。いやでも、 やばいなって思っても、なんか治療はもうしない。もし、もうなんか、うーってなっちゃったら、病院連れてって安楽死させてあげる。苦しまずにいけはなに、花。ほんと、まっちゃんに、かとじいち、花空初公開シーン、ね、まとめこれか。でも、すっごい、やばそうに見えない。<laughs> 元気は元気なんだよ、めっちゃ。一緒に見よう、花。おっさん、犬買ったんだよ、俺。そういえば。えあらー ハナ、ね、ごらんおもちゃだよねほらお<て>いで何センチぐらいだろね花ナちゃん体超ちっちゃいんだよ平均の半分ぐらいだと思う <laughs> 体重だって 500g だもんまだん毒を <laughs> 毒を持って毒をせすか <laughs> 動いちゃいましたよだけどさ <laughs> あーこんな時期もあったねえあーかわいいお<手> <laughs> やば<ー>お<手>何これお<手>でも今のお前の方がかわいいよえかわいい <laughs> マジでかわいくないかわいいじゃんお<手>変わってねえな<手>でも性格が深いえ あれ、空こんなかわいい、整形した、空。空、マジで今のほうがかわいいわ。おい、こんな声聞いてねえよ。なあ、もう、もう5年聞いてねえよ、花のこういう声。<空>やば。<coughs> 久々に声聞いた、花の。なんか悪い、終わり。<coughs> うめえこと縦にできなかったよ。大丈夫なあー、止まったよかったね。よいしょ。 よいしょ。定期的に鼻飯がいい。いいけどさ、変わんないんだもん。鼻のネジ取れてた。嘘。最近ちょっとね、またワンランク多分、巨達の調子が悪いね。ここが多分、しぶとく、しぶとく12年いける。超笑いそう。お前すげえなははは、はは、はみたいな感じで言うること ?12 年。最高じゃん。 気管ステントの設置は検討しましたが、なんかこの、ステントって奥まで入れられないんだって。ここだけだったら、まあ、正直手術できます。でも、花ちゃんの場合はこっちがひどいから、意味がないですって。結局、症状が収まることないから、僕だったらやりませんって言われたから。二個言って二個とも言われたから。え、でも、先生、あの、膝の上にいる時以外は結構ゼコゼコ出ちゃうんですけど、じゃあ一緒にいる時はずっと膝の上に乗せといてあげてください。もちろん病院には、 連れてってるんですよね。もしくは剥製にしてくださいって。薬も何も飲んでない。意味ないって言われた。あのー、ステロイド飲みます。その効果で期間が広がります。薬がき、の効果切れます。縮まってきます。トンプクで飲ませるもんじゃなくなっちゃうから。<laughs> 違う、そう、先生に言われてるから。俺は正直さ、もう詳しくないんだけど。もうドクターの言うことを信じようと思って。で、みんななっちゃうんだって。小型犬はもう宿命っすね。実際、余命あとどれぐらい <laughs> いや、マジな話。あと2年は生きてほしい。やっぱ40の年を、花と迎えたいから、20代、30代、40代、3世代。あと2年はなんとか、しかも、健康寿命ってあるじゃん。花って今まだ自分の足で歩けて、自分の意思でご飯を食べれて、自分の意思で寄って来れてるけど、寝たきりとかになっちゃったら、安らかに生かしてあげるけど、今の状態だったら、あと2年ぐらいは生きてほしい。で、かまとさん、はい お腹減ってる。ああ、あ、軽くできちゃうし。あ、オッケー、じゃ、いい。そう。俺、じゃ、めっちゃ思ってゃんですよ。あ、もこれから、ちょっと、あの、料理、食堂のあれ、か、かい。オッケー、オッケー、オッケー。ネクタイというか、スカーフだけ、あの、チームで統一しようと思うんですけど。赤と黄色です。赤と青。青がどうしても。あ、じゃ、あ黄色で。黄色で。はい。あ、じゃ、ちゃんと、衣装、い、なんか、ビストロスマップのパクリだっつってんだろ 俺パクるって決めたらとことんパクるんで。形から入る人間なんで。そんなに鎌田に残飯処理させなんだ <laughs> え、なってもったいないじゃん。もったいない。お前食えよっていじめすだけじゃなくて、お腹空いてるんだったら食べるかって。もったいねえだろ。しかも、パワハラでじゃん。<laughs> いらないですって言われたじゃん、今。<laughs> いらないですよって言われたじゃん。<laughs> う俺の出した飯が食えねえのか <laughs> じゃないじゃん。あ、じゃあいいよ。食費が浮くじゃん。ねジたら食ったと思う。 お前他の配信者とか YouTuber がビストロスマップの模倣企画やったらクソ叩く。いや、クソ叩くとか見ない、別に。俺は見るけど。俺がやってたら俺は見るけど。なんで見なきゃいけねえんだ、俺が。思んねえだろ、そんなの。認知すらしない。じゃあ、お前らは別にそれ、その話題すら言ってこないと思う。企画はスタッフがやってるの全部俺。<laughs> こうしてくれて、こうし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 て、って。<laughs> いや、聞けあれしょ。企画、俺じゃなくて、スマスマの作家がやってるっしょそのロパクリだから。俺がやってるわけじゃないよ。鈴木王様がやってる。 パクるなら最後までがっつりパクった方がいいです。<laughs> それにはちょっと時間が足らなすぎる。フォーマットだけは。で、問題は、モコがゲストを1時間回せるかって <laughs> か、ね。えー今、今回はね、僕が MC ということで、まあね、ちょっとしっかりね、あのー、ゲストの方の、えー、経歴等を、えー、聞いていきたいと思うんですけど、っていうと思う最近俺モコのものまで上手くなってきてない似てきてるよね。で、あいつが、 死んだら俺が、あの、モコのチャンネル引き継ぐよ。毎日ポケモンの動画上げる。本当だよな。もっと見てよな。なんであいつ3日から4日に1回しか上がんねえんだよ。俺もブリ、ブリガロンまで見ちまったよ。絶対アリアドスの回苦戦しただろうなって見てた。強くねえよ、こいつって。あれ絶対、あれ生放送撮ってたあれ絶対苦戦したでしょ。絶対強くねえじゃん。俺騙されねえよ、俺もって。いくら俺でも騙されねえよ。で、ブリガロンはガチで、ちょっと強そう。 でも、アリアドスは絶対に弱い。ゴーストとかも絶対辛かっただろうなと思う。いやいや。強くないですやん。ゲンガーにしてって思う。誰、ん、自分でさ、その使うポケモンはさ、自分で決めてんのかな今回はアリアド、違うの今回はアリアドス使おうって誰かに言われて決めてんの作家がいるんだ。謎のおじさんがいるの。キングドラと同じ発想ってことでしょ。絶対キングドラの方が強いなキングドラ今い,い,いないんだっけ アリアドス使われたキングドラの方が強くない <laughs> でも臭い花とかはマジで強かったアリアドス収録5時間かかった <laughs> あれ収録5時間かかった弱いもんね最近の良かったザバあのホタルビバルビートあいつアンコールも使えるしないたずら心で防御と特防の種族値もまあぼちぼち高いもんな連続斬りバサ切りはマジで本当絶対こんな強くねえだろうな普通にやった方が強いだろうなと思っ あ,あ、久しぶりに、ランクマ生きてえな。でも俺使えないポケモンが多すぎるんだもん。くれよ。俺自分育てるから。ずーっとさ変わらないパーティーじゃん。じゃあ俺使っていいホタルビバルビート。急所アリアドス。<laughs> ね、じゃ俺があいつにさ、アリアドスの使い方教えてやろうか。なあ。あ、ランクマ伝説一匹捕ま、使えるんだ。じゃあ俺のあれは無限ダイナはほぉーとかいいね。ルギアとか。 ルギアで、ウケルギア使いて、ウケルギア。ルギア電磁波取られた分、いやもう最悪。電磁波瞑想エアスラ自己再生、最高だったのに。再生力法おい、じゃあ,あれはで、法王ってさ、トンボ返り覚えるじゃ俺が新しい戦法考えていいママン、防法王の一生再生、再生力トリオ。再生力3に入れる。ママン法王。 <laughs> ママンホーをドキドキで。電気タイプどうすんのじゃそれ <laughs>。ねえ。電気タイプにクソ弱いんだけど。だと、滅ばれる。いいじゃん。ママンホーを滅ばれる。どう <laughs> ねママンホーを滅ばれる。電気タイプ効かないよ、滅ばれるで。お前ポケモン受け好きなのなんで、なんでだろうね。石橋を叩いて渡るタイプだからじゃない自分が。俺攻めるのより守る方が好きなんだよね。どのゲームでも。ガイルもそうじゃん。ガス王子もそうじゃん。 ガンガン行くタイプじゃないじゃん。そういう、トールビオン、トールビオンまあ、そうだな。あ、ククールとかも、アグロゼシカとか絶対使わなかったじゃん。ククールみたいな、先法も好きなの。好きなんだと思う。ママン、オーロンゲ、グライオンも、いやグライオンは別にいいや。ああ、ポイズンヒー、あの、ポイズンヒール、グライオン。身代わり、ポイヒー、地震、あと一個なんだっけ、ドクドクグライオン。でも対策取られちゃったらさ、もうグライオンって警戒されるじゃん。 でも言ってたよ。あれ、俺の好きな実、実況者が。えー、でもね、えーあ、あの、普通に、あの、グライオンって、あの、ポイヒを警戒されるけど、そこ剣舞して使うっていう、騙されて俺も使いかけた。無限大ナにコスモパワー独独ドラテ覚えさせるんですよ。コスモパワー独独、俺前使ってたやつなんだっけコスモパワー独独、ダイナミック法みたいなやつ。自己再生。だって、海王ガの、冷凍ビーム、確定で2発耐えるんだよ。<laughs> その当時。 強くない海洋画の冷凍ビーム2発立てたんだよ。効果抜群で。1回目コスモパワー使って、2回目自己再生して、みたいな。でもね、自己再生の BB が8なの。俺もそれがもう、嫌なの。なんで、16は欲しいつまんねえつまんねえって言われて、半分されちゃったの。試合時間が長くなるからって。で、俺のさ、ちょっと待ってみんな、俺の無限ダイナを今から移植しよう。どうすればいい 俺の無限大なキモいぜー <laughs> 俺の無限大なはキモいよー激キモだぜルギアはね、捕まえ方がわかんねえんだ俺。<laughs> くれル,ルギア。まだ人生で、ルギア捕まえたことないの。俺いっつも頬王なの。えーと、黒かな赤か <laughs> ス,イエスイエスいや、せイせスせエせイせス何を起動すればいいポケモンホーム

これか。頼むログインはさせないでお、なーおー。え、ママンダイナ使っていいそれかママンルギア。ママン頬でいこうかな。女子。頬くれよ。頬。俺がさ、俺のさ、あの、金銀のデータからなんとか移せねえかな。<laughs> 俺、じ、自分の方を使いたいよ、ほんとは。金銀から欲しい。 え、俺のさ、プラチナのさ、データはいけるえー、株ボケって六本木ヒルズの森タワーにあるんだ。はあポケムーバーがあればいける。何ポケムーバーって。誰、俺の近くの誰かが持ってたらいけるいや、モコを持ってんじゃん。え、じゃあ、モ、モコに俺のデータ渡して。いや、あいつやってもらおう。<laughs> 今度会うからやってもらおう。ど、どうやって見んの ?2 匹預けてる。え 頼むなんか入れてろああいるいるなえいるじゃん移動できるじゃんうわーうわカプコケコいるじゃんあと視聴者から奪ったランドロスえ応ちょランドランド,ランドつっつって俺ランド持ってるランド持ってる <laughs> ハピナスはもう何何匹でもいいから真シブン使えないんだってえいないじゃん ちょっと待ってー無限ダイナがいないえ、これ手持ちってことで、剣盾を移動、起動して、オッケーちょっと一回じゃあ、剣盾起動するわ。え、俺剣立てさちょっと待って、剣盾って俺普通のソフトでなかった。はあーはは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  俺の無限大な、見せるか、みんなに。あー、クソ時間かかるわ五 !5000 時間かかるわーかかるわいや、幅紙も育成してるし、鉄の包みも育成してるし、使ってる感じ、こいつらめっちゃ強えなと思ったのでまあ、一応入れとくかって言ってた、羽ばたかみを毎回選出してた、俺。毎回選出してた。あれこれ、羽ばたかみが強くねって言って、じゃあ、海流も使うねって言って、海流と羽ばたかみ確定で選出してた。 受けループじゃなくなってた。こだわりメガネで殴ってるだけでマスターボール機が消える。カトさん、ハピナスはコライドンで確定15発取れます。<laughs> 確定15発が一発で15匹飛ぶってことでしょう。なんか最近思うんだ、俺。ハピナスよりラッキーの方が強えんじゃねえかって。なんかいい方のハピナスいねえかな現環境に。もう羽ばたく神だけには絶対負けないハピナスいないの。絶対に負けない。存在しない。直気ハピナス。<laughs> もう開き直って直気ハピナス使おうかな。絶対に負けないっていう。絶対に HD 直気ハピナスどう。もう HD 直キそれからメガネトリック。メガネトリックーハピナスどう。<laughs> 相手が超発撃ってくんじゃ、こっちトリックで押し付ける。トリック使えないハピナス。その代わり直キはメガネ渡すことになるけど。え、だったらハマ巻き戻せりゃいいんだ。超発、あ、じゃトリック、 <laughs> スカーフハピナス <laughs>。意味ないじゃん。<laughs> ハピナススカーフ巻いてもハバタッカミの上取れなそう。多分取れないと思う。あいつクソ足遅いから。コライドって漏れなくハバカミもついてくる。<laughs> え、まさかと思うけどさ、ミライドンとかコライドン使いつつ、ハバタッカミとか包み下厚しとかさ、ウーラオスとか、もう相手にしちゃいけないの。無理じゃんじゃ。オーガボンだの、カイリュウだの。ウケルが滅びたのか。いいや。 今日また受ける、受けループが復活する日だよ。今宵復活する。勝つを目的にするのはお前は外役になれない。<laughs> 勝てないけど相手にストレスを与える。でさ、無限ダイナとコライドンってどっちが勝つのコライドン勝つんだ。じゃフェアリーテラス、無限ダイナ。フレドラ受けれるやついない。じゃあ、HP 満タンのハピナスを交換で出して、フレドラを誘って、で、反動で殺すってのはどう <laughs> なんでそんなハピナスにこだわるんだ好きなんだよね。 愛。ないよね。それか、タスキ、カウンター、ハピナス。どうタスキ、カウンター、ハピナス、どう <laughs> ねマジであれじゃないハピナスである必要がない。いや、ハピナスである必要がないことで必要性が生まれてる。いやいや、タスキ、カウンターなんてハピナス持ってるわけないでしょうって。物理技飛んでくるじゃん。そこにカウンターさすの。ガスおジがいないときはガスおジが強い。ガスおジが弱いときにガスおジが強いみたいな。 逆に刺さる。カウンターが。めちゃくちゃ。ただ、カウンター自体覚えないらしい。それならカウンターカビゴンの方がいい。カビゴンいいじゃん熱い死亡、ね、熱い死亡カビゴン勝てそうにいやっても、あいつだダメだあいつあの、格闘タイプだインファイトで多分カビゴン 600, 600匹死てる。タスキカウンターカビゴンどうカウンターミラーコート両方覚えるやつだよね。でもカウンターとミラーコート両方覚えるやつっていう認識が相手にあったら撃ってこないじゃん。 絶対に、もうこんなもうカビをなんてとりあえず一発殴っとこう、みたいな。もうそうなんす相手に打つのかって話。うん、打たないでしょ。ニトロチャージとか打ってくるでしょ。一発目。カウンターガチグマ。<laughs> うタスキー、カウンター、ガチグマどうあの特殊の方。赤月、カウンターガチグマ。ガチグマなら普通に殴れよって相手も思ってくるだろうね。 モコ <laughs> の動画見すぎておかしくなってる。ただ、ただのあいつの動画じゃない。あいつが5時間収録してたった1回うまくいった動画しか見てないから、よ、モコよりひどい状態になってる今。コライドン使おうかな、俺も。ね冷静に考えてさ、俺もコライドン使えばよくないスカーフコライドン。<laughs> ねスカーフコライドンで上からぶん殴ったきいいんじゃねえので、効かないと出てきたら、ママンボウに引いて、まあ、そ,もうそうしよう。やめよう。無限大とかいらねえわ。俺、スカーフコライドン使おう。最速。それ最強だわ。 こんなに考えてたら自分が使えばいいんだ。やっと向こうの洗脳が解けたな <laughs>。あの、釘を抜いた。使えばよくないと思った。自分で。コライドン。俺持ってんだし、コライドン。HP バウッツェルでコライドンのアクセルブレークも最大27%。鉢巻きでも40%で抑えられます。分かった。じゃあ、抑えました。で、こっちは何すんので、後出ししました。まあ、じゃあ、炎技飛んできます。向こうを。で、こっちは何すんのあくびすんの吠えるの 吠えてさ、吠えて次のやつ出てきたらどうすんの <laughs> あの、問題を後、後回ししてるだけでさ、何もできてないじゃん。じゃあ、甘えました。敵の攻撃率下がります。で、何すんの吠えて甘えた後降参する。<laughs> まあ、ここまでしかできない。ここまでは回答を持ってますよ、つって降参する。俺なりの回答を見せた上で。ちょ、久々来た。マジで何これ。 香りはしり加減香りはしり加減香りしり <laughs> 超懐かしい <laughs> <スカー笑>いいじゃんはあこのパーティーダメなのスカウメタモンパチマキランドロス食べ残しバンギラスチョッキロトム HB 無限大なド コスモバは独独マジカルフレーム自己再生これどう渋いだろう。これ一時期マジで、いや、あの無限大な強いですねってめっちゃ言われてたんだよ。HB コスモバは独独マジカルフレーム自己再生。まあ、あとりあえずこれ,これらを送ろうか。わしり影、香りはしり。なんで冷凍にこんな腐ったやつ入れてんだいいじゃん。 どうよで、送ればいいのあ、レポートしてな、やんだるーボックスの移動したらセーブしとけよ !25 年前のポケモンはレポートできてたよ変わっちゃったね。香りはしりかげ。俺のボックス118。 早っこれでオッっけねチキチキで、SV 起動して、普通に移動すればいいのでも結局コライドに使うんでしょはい。もちろん。無限ダイナが来るー俺のサーニーゴ見せるじゃんサーニーゴいっちゃうかーえこいつ使えないのなんでなんでさ、それ誰が決めてんの誰が決めてんのって。<laughs> ま、あカブポケが決めてんだろうけど。 逆らう気はないんだけど。だいぶ2時間だからすぐよ。すぐ、意外と。優先できるよ。あのー、つなぐ怖いんだよな、でもこれ抜くの。PS5 のやつをさ、今、今から刺せばいいかな。はい、刺しました。優先で接続しているーはっ、いや ああ、優先で接続していくー <laughs> お前は無線の星だったのに。ごめんな。無線で裏切っちゃって。モ <laughs> はにじゃんけんで絶対にパワーを出します。何を出しますかってコメントしたグーでお前をぶん殴るって言われました。あいつもろいこと言うじゃん。なかなか面白いこと言うじゃん。じゃ、水落ちようでしょ。最近アバやってないのポケモン放送してないのエースマン。炎の渦エースマンどうだったアバの。 えーどうも皆さんえーどうも皆さんこんにちは僕が、僕が今どこから放送してるかわかりますかってやつね。2ヶ月やってないんだ。悲しいね。<laughs> それゃあ、もう忙しいだろ、確かに。でも、今でもやっぱ忘れられないね。コロナ禍で、チャンネル登録者数12万人ぐらい。10万人ぐらいの時かな。チャンネル登録者数100万人目前放送、みたいな感じで <laughs>。あとき、たった90万人で、100万人ですよって放送やってて。 俺食い入るように見てたね。いつ100万人行くんだろうって。モコさん4月の順位54,493位でした。弱いんじゃん。ポケモン CR カップとかでさ、俺たちみたいなやってるやつ縛いてるだけじゃん、じゃあ。そういうマスター隊を倒してるだけじゃん。5時間やって1試合出た。あ、アリアドス 2A とかがしてんでしょ。俺騙されなかったよ、でもアリアドスには。弱いじゃん、こいつと思って見てた。僕は <laughs> アイパーフォール牛って沢村に散々ってないっす。<laughs> アリアドス使って。 焼酎 <laughs> <中>ポケ <laughs> ね最終的に羽ばたくみ海流鉄の包み使ってたこいつらいない勝てないってことこに気づいてでマスターボール球行った確か結局こうなるの